イエーイ。はい、どうも。Welcome back to BeastTV here。始まりました、自己顕示欲 TV。第何回なのかよくわかんないですけど、3回じゃないですか。3回ですね。はい、やってます。まあ、フード先生を講師に迎えて、やっております。で、英語が左で、右が日本語です。これちょっとね、説明外れてたんですいませんでした。聞きたい人は、日本語なり英語なり聞いていただけたらと思いますので、はい、というわけでフード先生、はい、まあ中上級講座ということでやってますけれども、はい、横綱相撲を教えるという教えと、あ、そうですね、まあ、まあ、2週間前ですね、2週間前、ちょっと前になっちゃいましたけれども、はい、でそれで2週間私やってみて、はい、一回本当にミニマム9戦台前半までですね、もうダイヤが遠のいたやつですね、遠のいたやつですね、でそこでほんの少し先生がおっしゃってた横綱相撲の意味が分かったんじゃないかと思って自分なりに考えまして、横綱相撲って言ってない可能性なんですよね。横綱相撲って言ってたと俺は信じてます。言ってたと思います。横綱相撲までやんなくていいです。横綱相撲までやんなくていいです。横綱相撲までやんなくてもいいですけど、まあ、そんなガンガンいかなくても、はい、ね、ちょっと勝ちたすぎて、はい、勝ちたがりすぎて、はい、そういうことがあったので、もうじゃあ早速ちょっとっていう感じですかね。まあ、やってみる。そうですね。やってもなんか前回やってみて、はい、あ、まあじゃあとりあえずじゃあ一回ちょっとランクマっていうか部屋立ってやってもらいましょうか。あ、わかりました。その最中にちょっと俺話すんで。わかりました。まあ、前回なんかやったと思ったのが、はい、本当はもっとなんかその毎回動きを見てそれに対して言おうかなみたいな感じだったと思うんですけど、はい、まあそうじゃなくてちゃんとこっちでなんか持ってきたものの確認や、はいはい、あとまあさっき聞いたじゃないですか、実はこれがちょっと今、うん、できなくて、まあ、それがまあ今日言ったのはその、まあ、置き攻め、非置き攻めですよね、自分が攻めくらった時の防御方法とか、それ本当に欲しいっていう話を聞いたんで、はい、そういうのをちゃんとやっていこうかなと、非常にありがたいです。やらんすかね、プランを持ってやるっていうのは。自由に生きていきたい。そうそうそう、そういう風に。で、プラス3人の方にも、はい、だから今日オリックスさんにやるのは置き攻めの回避の仕方っていうか、うん、置き攻めってこういう有名になってますよっていうのを、はい、ちゃんと説明しようかなというふうに思ってて、はい、でこれは今すずさんに横にもいるんですけど、言いたいのは見てください。はい、これは初級者の人にも見てほしいし、で逆に、うん、俺が鈴木さんに教えることは織川さんも見てほしいなっていう、一応そういう、はい、一応自分の教えの中では、はい、初級者、中級者、上級者っていうのはあんまり関係なくて、うん、まあ、いいことを やった方がいいですよっていうような内容を、もう誰にも通定するそのっていうようなことをやろうと思ってるんで、わかりました。はい、じゃあパスワードは0283、いつも0283になります。翼です。よろしくお願いいたします。入ってきていただけたらと思います。で、まあ、なんだろうな、うん、なんで本当にその非置き攻め、の、あ、入ってきていただいて、There you go. Audio. マジでなんだろうな、根本的なところ分かってない部分がちょっとあるんじゃないかと思ってます。多分ね、置き攻め、うん、本当はね、その置き攻めの話は俺、うん、鈴木さんの方でやろうかなと思ったんですよね。So, だって置き攻めって分かってなかったじゃないですか。あ、置き攻めというもの、そう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 、存在そのものそうなので、今回は、うん、むしろその、初級者に伝えたいみたいな感じの砕き方で、うん、からで教えようかなっていう。で、じゃあ僕の方にも一応教えていただけると。一応っていうか、もうしっかりと。ガッツス。ガッツス。ガッツス。わかりました。じゃあとりあえずちょっとやってみます。一応ね。ちょっと僕の中では変わったつもりの。変わりました。確かになんか、うん、どっしりね。あと体動いてないですよ。それまあ、そのね、いきなり綺麗に飛ばれるっていう。で、飛ばれた時もちゃんと昇竜拳のコマンド入れないといけないです。そこが重要なんで。もしかしたら相手は打ってこないかもしれないんで、ジャンプ攻撃。そうですね。マイナス35。How's that? 今のが。あれ？あ、そう、here it is。In-game spots. All right, there we go. これじゃあ、あら、another jump. Good read on the fireball. You control your finger. たまが。いや、いいんすよ。だって強くないですね。たまたまじゃないですか。これたまたまですよ。やっぱりこれたまたまっていう風な思いでいいのかっていう。俺はカプコンカップはこのたまたまで優勝するつもり満々ですからね。これが何回も続けば優勝できると思う。うん、あ、ない。それは今のはミスです。たまたまじゃないですよね。たまたまじゃないです。ミスです。
あれなんかおかしいぞ。フォームが出ないっていうちょっと現象に関しては完全に偶然じゃないの。But if you've been following, or I guess if you've been reading the chat, or Kasa is known to abuse the EX Demon Flip, so Fudo has been telling you to seal that move, stop using that move. It's really strong, but it's kind of like a scrubby way to win at the low levels. Shh. It's trauma. What happened? Do I have any shot? No anti-air. That is the big thing, but it's trying to... To drill in anti-air every time. That time we got it. Chun Li はちなみに対空が出しやすい方なはずですね。あの飛びがすごい緩やかなんで。あら。Fudo says it's really easy to anti-air Chun Li because she has a very floaty jump, so she should be anti-air every time. One hit away from stun though. あら。Boom, back from stun. He's got super. Bop, 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 bop. 死にますか？私死にますでございます。He's like, am I gonna die? A one. Boom. こういうようなことを重ねながら、負け倒しました本当に。あんまりそう。負け倒して、もしリアル20連敗とかもしたんじゃないですか。ランクまで。ランクまで。けどそれ多分その、うん、攻めた攻めてないとかじゃなくて、多分泣いてたと思いますよ。やってる最中。あ泣いてる。だからそのまた別に何やっても勝てないんじゃないかっていう気持ちになってきました。そしたらやっぱ一回やめるとかの方が、うん、俺は効率的だなと思います。やっぱ絶対ボード入りますもん。ああ。で、まあ確かに一回やめて、で次の日になったら勝てたんですよ。だからそれってもうなんか、うん、まあ良くない練習をしちゃったっていう。うん、そう俺も超起きますからね。うん Yeah, he says he's been losing a lot because he's been sealing some of his options, which is smart. It's good to know to focus on improving rather than just winning however way possible. In the long run, it's much healthier. Did not spend the meter. Fudo kind of upset right there. てたかどうかですけど。He did not spend V trigger right there. Fudo's like, you should have spent your gauge, spent your meter right there. He's still in a really good position. Nice dash out there. うまい。Wow, that was really nice. これ多分 MOV とかやってるやつだ。Under V skill. スーパーうまかった。Fudo's like, holy crap, that was good. He's like, that's what MOV does. どうしようもないですね。He's got really good for platinum. これ食らっちゃうのはダメなんだな。そういえばあのいつもやっちゃう。あれ okay. He didn't mean to do it, but it's still gonna hit. 膝まとめちゃったから膝。最強なんで膝。He says, use your knee, use your knee. Keep going with your knee. そう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 。He's a, yeah. You stay medium kick. That is how Fudo is saying, look, yeah, then he says, throw a fireball out. It's like, this is how you need to play neutral. You use the strongest knee, the same medium kick, and then occasionally throw out a fireball. Oh, yeah. Hard read right there. What up, my fellow English viewers? これ、これおかしいよな。いやいや、いいです。絶対とかやりとくやりとく。あ、そうそう。That was good activity. Good activity. Be careful. これはまあ上手い人だ。今分かってやってたんだやっぱり。そうですね。キャラ隊で。はい。ああ。A little bit slow, but stand jab gets him anyway. すげえそういうのを身につけてる方なんですね。That costume is good. Yeah, the costume is. けどそれはやっぱダイヤを目指すものっていうか。あと最近ゴーキーめちゃくちゃ多いです。明日トパンがチャリティーあると思うんですけど、一番多いのゴーキーらしいんで。やっぱ。おいそう。Kuma is the most played character, so a lot of people are becoming used to him. They're learning how to fight him. So you can't run with gimmicks so much anymore. 1本食らっても全然問題ないです。トリガーが強いんで。ちょっと待って、いいですね。Building up the white light. Entire last second. He's moving. He's supposed to not move. That was the other lesson. Stop moving when you put the DP.You saw how his whole body went into that. Staying alive, he's got Oki here. Oh my god, wake up. 怪しいな。でも膝待ち超強いんで。膝待ち強いっす。Even though it worked out, Fudo's like, that was kind of weird. Like, that wasn't really a setup right there. マジでプレイスタイルはちょっと変わったと思ったけど。幅ができたらいいですね。あと、玉と前背投げもちょっと混ぜてほしいっすわ。前背投げ超強いっす。More fireballs and then dash forward throw. Mix it up. 前背投げ、なんで強いか分かります。なんで強いか。So really、そう。意識も外から行くから。まあ質問が悪かったですね。すみません。多分俺が悪かったから今の。あ、じゃあ、はい、いやこちらこそすみません。まあ、強いです。うい、うい、違うところに飛ばれてる。前線投げのいいところは攻撃的だと見せて、実は防御的な行動でもあるんですよね。うん、飛びを食らわない。波動拳と前線
投げて結構こう埋設すると結果的に前飛びがこうやってくぐって、うん、なんかあの前飛びを見なくてよくなるんですよね。あ、なるほど。すごい攻めに見えるんだけど実は防御も兼ねてるっていうので万能な、うん、あのすごい攻め方なんですよ。Fudo talking about how important it is to play with the knee 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 fireball and dash forward throw. Says it looks like a very offensive style, but it's actually あとあのちゃんと膝とかで相手の技を置く技を膝で刈り取ることによって Why you're pressing the knee to watch the air?Like you, why, if you're pressing the knee, you can watch the air, so you're ready for the anti-air. Combo drop right there. Combo. Why did Tatsumaki get it? Oh, double down, and that should kill. Oh, this is it. But they're going to the final round. He's got the three bar advantage. Doesn't. Aye. Walk forward for round house. Hey, cleanly. Hey. So I know.Fireball, fireball. He's got stand knee. Stand knee, stand knee. And he's supposed to be ready for the anti-air. Just kind of stand there and focus. He's putting too much, so he's not ready for the anti-airs right there. Three bars. Spins when he gets caught out of the air. It's not looking good. Ah, うまい。Up. Well, ends. Wake up, DP. Right back at you. Fudo says you can do this. He says you can do this. He's gonna spend it. No, he doesn't spend it. Watch out. It's coming. Kill, kill, kill. Oh, it's gonna get you. Oh, man. So he takes it with a sloppy. ちょっと明日ですごいチーム組むじゃないですか。そうなんですよ。そんなのいいですか？そのなんか緊張しいで。あー、てか、俺だからあれ、マジで。気づいたらでしたからね。俺教えんの明日勝つための厨房プレーの可能性出てきたわ。あ、ボロッカスのもうお恥ずかしい姿を晒すような。いやというより、うん、別に内容はどうでもよくて、うん、勝ったかどうかが重要じゃないですか。そうです。明日のためにちょっと勝つ方にしようかな。明日のためにその1位。そうそうそう。本当にあの、うん、すみませんありがとうございました。じゃあちょっともう一回じゃあちょっと、はい、まあ置き詰めもやるんですけど、はい、ちょっと。チューブプレイを。ただもうゲージ全部使ってください。あの EX ゲージも、うん、もう EX100機使いまくってください。やっぱまあ EX100機がまあ最もクソ技であるという話はこれは揺るぎない。これはもう揺るぎない。揺るぎないっていうか。Use more meter, but he's like, well, before I always used Hentai Ryu. じゃあ対空とかって俺たちって不安があるんですよ。はい。ってことはやっぱ攻めた方がいいんですよ。よ、うん、俺はなんで待った方がいいかというと、不安のところを直してほしいから待った方がいいんですよ。はい。けど明日そんなことはできないから。あれです、一夜漬けってやつです。そうそうそう。クイーン EX100 で、あ、大変ありがとうございます。ありがとうございました。来ていただいてありがとうございます。で、結構このね、この前日にそれをやることによって意識、あの漬けとかできるんで、もうなんだ、もう全部 EX100 ぐらいの気持ちでいいって考えていいですか。まあいいですよ。全然いいですよ。Hentai Ryu. Yeah, just EX を使うという。本当に。He always beats up. He just comes on stream every week and beats Boy Kasa. Very, very aggressive Mika. So let's see if he learned anything. No anti-air there. Yelling already. いい起きだ。ミカさん起きだからね。ん？ He's swinging. He's known to be super. Okay. Known to be super, super aggressive. え？ Like that, wake up EX Armin, not even a real reversal. She's still coming. Back throw. Why is on pad? A lot of people play on pad. We got in America, Punk, Smug, Knuckles, all play on pad. Back now. 焦ないで。もっとね、中央見てね、この人はやっぱ寄ってくるんで、もっと技を振った方がいいですよ。
どうした？あ、止まった？あ、あ、ある。な普通に膝強いよ。膝。あ、治った。あ、すいません。戻ったみたいです。ちょっとなんか音声が途切れたみたいです。あ、あ、あ。はい。Power went out。ピューン。こういうことですよね。それでしかも多分、うん、出し切って負けることによってオリカさんが、うん、チームメイトが、うん、これちょっと勝つかもしれない次はって思ったりするんですよ、はい、それがすごい重要です。あれですね、okay. あのいつもの俺戦いのドラムシステムですね。何もしないで負けるのが一番、うん、これ勝ったら倒せますよ。え、うん、足りる。いや足りなかったですね。でも大スケールだったらいけたのかな。さすがにそんな変わんないですから、ね、ちょっとね置いて、また置いて、また置いて、また置いて、ね、カチュインパンチ、フェアレンテ、アドノー、ブレピロ2-2、ユージュニーモア、ステンミディブゲック。だからまあ、とにかくだから味方を鼓舞するような動きを見せようという。そうそうです、うん、それはやっぱり前のめりだ。なるほど。そうですよね、あのそう、マチャボー先生もチームメイトなんで。あ、でしょ。そうだから久々にあの開講しますね、ずっと。だからマッチョボーだけは内させてもいいです、極論。こんな教えないのになって、そこはもうしょうがないです。それはもう、そこはしょうがないんで。先生に怒られる覚悟で。覚悟で。うん、それつまいなぁ、うん。おぉ、えらい、うん。あ、出ない。はい、違う。The Big Topanga Team Tournament is tomorrow, the charity tournament.Apparently there's a BTB team. しゃがみ台パンとか立ち台パンより、マジで膝の方が強いですよ。純粋に。あ、その現場で？いやいや、置き技で。こういう、こういう。絶対こんなの強いんですよ。その、強い技だった方がいいです。 He says, keep doing it. He says, keep doing more strong moves like the stand medium kick. 下がるな。 So that is the cheap stuff. こういうことですよ。こういうことです。やべ、マジョー先生怖いな。じゃあだってこれだって変な話、うん、ダイヤモンドぐらいの人をオリカさんが倒せれば、うん、味方超楽ですよ。S クラスに負けるのは多分正直どうでもいいですよ。きついんで。So he says if you can beat diamond rank guys, you'll be okay tomorrow. あそこに今のでも無駄なんだ。 Do more knees, more knees. So that EX Demon Flip, right? He's super scrubby. At high levels, they can handle it every time. But at low levels, super strong. そう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 。 Yeah, he's like more knee, more knee. Fruit says do more knees. はい。はい。Looks like Hentai Ryu found an answer to the knee with the slide here. 違う。Another armor through? Not even a real reverse, but it's been working so far. 100回ぐらい見たんですよ、この状況。Nice activate, Fudo says. And then walk forward throw. He takes it. Finally, he wins. あそこで吐かなかったら、もう吐かないで終わってる可能性があったんで。ありがとうございます。That was a great activate because if you didn't activate right there, there was a chance you would have died before being able to do that. いや、膝はね、打ちすぎってないですよ。So make sure you always activate every single round. 本当にだから、もうブンブンしちゃっていいわけですね、膝は。全然いいです。もう意識変わりましたね。膝打つことによって、あのマジ強くて減るじゃないですか。特にトリガーがある時とかは、膝竜巻、昇竜トリガーとかの、もう2パーツいんで。あれも永久に仕込み続けていいんですか。全然、あ、一回ちょっと戻そう。あ、はい。ありがとうございました。火を刻めです。厨房プレート火を刻めが今日のテーマであるという。まあ、火を刻めは正直明日はやらなくてもいいかなって。はい。あの、普通に厨房で。明日は厨房で。うん、厨房でいいと思います。だって厨房枠じゃないですか。まあ、そうっす。だって、ネモさん、モケ、梅原さん、マチャボー。オリカさん、遅刻してても大丈夫ですよ。そう、いることの理由がさ、フェルさん、You don't have to go tomorrow. The team is so strong. Like, they don't need. なんでこんなことになってるの？多分俺ね、優勝候補だと思う。多分勝てるですよ。うちらより多分ですよ。ダイヤモンド、ネモ、マチボ、モケ、オリカサ。気づいたら牛乳されてました。That is the team. バランサーですよね。So it's like four gods and then オリカサ。じゃあ。え、逆に聞きたいんですけど、置き詰めって何が分かんないですか？とね、まずはその気になる、その、ああ、まずその、三スピン的なね、打撃と投げとみたいな話っていうのは、もちろんその、理解はあると思うんですよ。その、ガードには投げであり、なんだ、
暴れには打撃であるこれはもちろん分かってるつもりはい、そこが違います。おーっと来たよ、これ。それバーチャス。それバーチャファイターっす。バーチャファイターだって、打撃は投げても勝てるんで。ああ、はい。別にその、打撃読んだら投げでもいいんですよ。当然、打撃読んだら打撃の方が減るから、打撃の方がいいんですけど、投げでいいじゃないですか。But he's saying, no, you can throw. In this game, you can throw attacks. そんなじゃんけんあったら出すでしょ。まあそうですね。いいじゃん、いい強い、強いじゃんけん手があるから。なんで、多分今の考え方はとりあえず、まず第一間違い。あの、厳密ではないっていう考え方。So, Orikasa's idea about Okiwa. だから、その、なんか投げ重ねが最強って、マジョコ先生がおっしゃってたんですよ。You don't need to meet it. 最強性、強いですね。意味に関しては。あ、それはなぜかというと、打撃にも勝つからっていうのが。投げにも打撃にも勝つと。まあ無敵技以外は。まず勝つって考えるものですね。で、まあ、じゃあちょっと置き攻めをはしょって、俺がいいことを教えると、投げと何もしないの置き攻めが二択になるんですよ。投げと打撃の二択じゃなくて、投げと何もしないっていうのが二択なんですよ。この何もしないに関しては、まだ後ろ下がりだっていう話ですよね。むしろ後ろ下がりの方が、投げと打撃の二択より強力なんですよ。これはマチョコ先生にも教えられて、これ非常に強い選択肢であるって話をされて、で、ちょこちょこやるんですけど、僕の距離が悪いでしょうけど、後ろ下がりしてるの投げられたりとかっていうの、そうですね。それはセットプレーで変わるんですよ。例えば、なんで打撃より後ろ歩きのが強いか、わかりますか？相手が透かしたのを見てから自分が選択をこう選べるか。ああ、なるほど。確かに、まあ、飛んでたら勝利もあるし、投げしてやったらこれでいいし。じゃあ、純粋に投げと打撃を2択、しゃがみ台形のあと俺にやってもらいますよ。しゃがみ台形のあと投げと打撃の2択です。しゃがみ台形で俺をダウンさせて。あ、そうか。まあ、なんか10回くらいで。Kuda is doing some OSs right now. He's trying to throw me or hit me. One of the two. So he's going to OS every option. 要するに投げと打撃の二択って一定タイミングの投げ抜けで投げ二択になってないんですよ。遅らせグラップってやつ。遅らせグラップっていうので二択になってないんですよ。Attack or throw, then I can escape all of that with a delay tech. 投げと後ろ下がりの二択やってください。So like now I want you to try walking back. There we go. So by walking back, that's very interesting. By walking back, he can blow up the option select right there. 一定のタイミングで投げ抜けしようとすると、very cool. 後ろ歩きで絶対出ちゃうんですよ。だから打撃と投げの二択より、投げ重ねと後ろ歩きの方が強力な二択になってるんですね。これ確かに重要な考え方で、打撃重ねっていうものはじゃあなんだ、もうすでにちょっと選択肢として弱いものであるって考えちゃうことに、いや全然強いですよ。強いんですけど。要するに打撃と投げが二択だと思ってるんだったらそれが言葉が間違ってるんですよ。だって現に 100% 当たらないんですよ。まあまあ やり続ければ、そう、置き攻めって相手の防御手段が何を持ってるかっていうのがすごい重要なんですよ。例えば、じゃ今俺はこの遅らせグラップをしました、じゃあ遅らせグラップするやつに対してはどういう攻撃の選択肢を持ってるかっていうのが置き攻めなんですよ。自分が持ってる選択肢をぶつけるのが置き攻めじゃなくて、相手が持っている防御手段に対して有効なものを持つのが置き攻めなんですよ。かつそれをやるためにどんだけ置き攻めのこのレパートリーを持っているかっていうのがすごい重要なんですよね。それがその崩しになるんですよね。多分なんですけど、だから僕その合気のせいで、これが優秀すぎて、遅らせグラップも潰すし、で打撃も潰すし、まあガードされても有利だしと、で使い勝ちなんですよ。そのせいでだからこれをちょっと怠ってたような自分が気がしました。下がり膝、下がり膝を。ゴーキはね、これがね、まあこれ一応見たから潰せんですけどね。これ潰せんですけど。まあダイヤでギリ多分いないぐらいなんで、スパダイぐらいから多分全員が、いや、さすがに全員俺でもできない。あ、そうです。俺がやると。ゲームやってんねって言われるぐらいの難しいレベルなんで、ちゃんと見てればできるんですけど、すごいむずいんですけど、けどまあ、これがね、堀川さんがでもとメカリ使いだし、メカリでしたね。
一番最初ね。違いますよ。あれ一番ネガリじゃなかったですか。いや違います。え、ゴーキの前、ゴーキしか使ってないです。ゴーキの前だってやってたじゃないですか。I'm only played, 誰の話ですか。こっちじゃないですか。いやいや、絶対梅原さんにやってたんですよ。あれ一回ちょっとやってみたのやつですね、それ。ああ、じゃあ、あれよく触ったじゃないですか。やってみたのやつですね、本当に。あの時ただ、その、コンプレッシーとかしただけなんですよ。あれ一日の話です。あ、そうなんですか。だから俺だから、ゴーキ、要するになんかその、共通認識の置き詰めの方が俺はやっぱ、なんだろう、覚えた方が良くて、はい、そうなんですよね。これがちょっとやっぱり頼りがちでした。そうなんですよね、はい、なんで最強の置き詰めは後ろ歩き、はい、so again he says you, it's, that fort fears is strong but it's you're relying on it too much。 タイミングって言ったらおかしいですけど、浮き上がるときに後ろ下がりどのくらいの、これは、ね、キャラクターによって投げの間合いが違うんですよ、うん、だからじゃあちょっと、うんミカに変えていいですか。あ、わかりました。 Right, so change to Mika. I want to show you something here. ミカだと結構あったりするんですよね。あるっていうのはそういうセットプレイみたいな感じで。あ、はい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 、あと最強の投げ方とかもあるんですよ。あ、もう完璧に。The strongest way to throw. そのまあ俺は、うん、なんだろう。格ゲーだけじゃなくてガンスとかでもそうだと思ってたんですけど、はい、一番強い技の打ち方っていうのは何なのかって考えたときに、うん、射程ギリギリで打つのがやっぱ強いっていう考えがあるんですよね。射程ギリギリで打つのが強い。まあそのしゃがんでてもらえますか、はい、でこれ受け身取ってもらえますか、はい、この後に前捨てすると、うん、これドミッチャクなんですよ。で立ち投げ打ってください。その後に try and do something here で起き上がってこれ投げ食らっちゃうんですよ。うん、ドミッチャクで投げ食らう。そう、はい、で、しゃがんでください。 So, all right, now I want you to crouch. ここでも、うん、この前出ししなくても投げを超ギリギリなところでも届くんですよ、こうやって、うん、要するに、投げってドミッチャクで打つより、うん、ここでいつも当てる。あー、そういうこと、射程のギリギリの。こうやって、yeah. こんな感じ。He's talking about rather than getting こんな感じで打つのが、理想の投げの打ち方なんです。なるほど。Right outside of range there. で、キャラクターによって、うん、その、うん、ただ、なんだろう、投げ前が短いキャラとかあったら、ただしゃがんでるのもあります。これが避けれるキャラとかもいたりもすると思うんですよ。はいはいはい。まあ、けど基本的には置き攻めはなるべくこうすると、で投げるとするとこう狙えたりするみたいな。Oh, look at that. Staying right outside of range there. So then if they try to throw, you punish. 今攻撃話してるんですか。けど受けも一緒なんですよ。なぜかというと、ドミッチャクの場合はもうこの時点で投げ打っちゃっていいんですよ、結構。So if you're that, if you are, if you're that close, then obviously they can't walk back. So you should try to throw. So that's it. 逆に言うと、こういう置き攻めしてくるやつに対しては、if they stand right there, right outside of range, it's hard. Because if you try to grab out of range, はいはいはい。ドミッチャクで置き攻めしてくるなと思ったやつは、割とオクラスグラップは安全になるんですよ。安全っていうか、負けるのはオクラス打撃とかなんですよ。If you're too far away, it's not scary. If you're too close, then throw is definitely coming.So you want to stay right in that range, not too far, but not too close. まあ、こういう打撃とかになるんで、その相手の位置で、その自分の防御方法とは変えると、かなり防御力が変わるし、かつ攻撃力も高いんですよ。だから一応、豪気とか投げるじゃないですか。そのこれ超強いんですよ、これ歩いて投げるのが。これはやっぱね、その実はドミッチャクじゃないのが強いんですよね。いつでも下がれる位置なんですよね。そうそうなんですよ。これは感覚で覚えるしかないですね。じゃあそのなんていうか、so walk forward and you can walk back whenever you want。そうですね。あ、だからまあ相手のそのキャラによって投げ前は違うんですけど、うん、そこはまあなんか、うん、まあ食らったら覚えるし、どっちかって言ったらまあその、うん、なんだろう、その投げと何もしない二択をやってほしいなっていうぐらいですかね、置き攻めの時は。何もしないよ。だからそのこの今言ったそのギリ投げ届かない距離なんですね。ああ、そうですね。でこれだともう完全にもちろん打撃が当たるわけで、はい、で相手はだから、まあ、起き上がってくる。じゃあ飛んでもらって、飛んでもらって、こういうことですよね。こういうことですね。じゃあもうマジでしょ。ここで見るものはだからその相手の投げ式であり、もっとったらタイミングだけ打ってもいいですよ。俺は結構やっちゃってるんですけど、こういうまあ、あ、そうです、膝を、うん、まあこれ届くもんな。でもなんか下がって、行ってるために膝バーンって打っても、最初はいい、うん、まあ見てからが理想ですけど、
この投げが届くか届かないかの間合いでの攻防っていうのが非常に重要なわけですね。じゃあその受け方、受けって、まあ、いろんな防御手段があるんですけど、やっぱ投げ観念は俺はすごい重要だと思うんですよ、うん、ちなみに多分いろんな人が教えてくれるのは、うん、投げは捨てろっていうのあると思うんですよ。よくやると思うんですけど、はい、俺は割と投げは抜けた方がいいなって思っちゃったりするんですよね。まあ、あの中央では捨てろとかってね、よくまあその言葉がよく国内の人ではそうなんですけど、うん、なんで、うん、投げを捨てた方がいいかっていうと、うん、レベルが低い対戦だと特に起きるんじゃないのかなと俺は思います。それはそのコンボ、手痛いコンボを下って終わっちゃうことが低いところだと。そうです。要するに投げって、うん、食らっても死ななくて、はい、打撃食らったら死ぬんですよ、ってことは絶対に投げ食らった方がいいんですよ。はいはいはい、なるほど。レベルが上がってくると、うん、絶対逆に投げになるんですよ、はいはい、まあ、絶対打撃当たってくれないから、はい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 、だから俺は抜けるんですよ。それはでもあれだな、現状で多分その、だから僕は聞いてもほとんど、要するにダイヤモンドぐらいになると、うん、When people expect you to take the throw, and you're supposed to, you know, you're supposed to take the throw, like that's the time when you seori が強いって話だ。You try not to take the throw there. その防御って、多分折笠さんやってる時って、絶対何も考えてないんですよ。あー来たーみたいになってるんですけど、そういうようなセオリーとか、頭の中で考えてやるだけで、防御力ってすげー上がるんで。単純な質問をさせていただきたいんですけど、選択肢って、その火を置き攻めの選択肢って何個ぐらいあるか、何個ぐらいあるって今パッパって言ってもらえることできますか？わかりました。うん、じゃあ、これ転ばせればいいですか？はい、転がしてください。転ばせればいいですか？お気にしなくていいです。うん、1個がさっきあった、オクラスグラップ。オクラスグラップ。これが、はい、ものすごい、まあ、まあまあ、ベーシックな。ベーシックなやつ。はい、で、はい。はい、talking about the different wake up options, so there's delay grab. ガード。ガード。And that time there's nothing, and there was a grab.バックステ。はい。後ろ下がり。これが一番強いんですけど。まあ、画面開始じゃないことがまあ条件になるわけです。He's going to think walking back is the strongest option here. 例えばなんですけど、画面端とかでも、例えばここでしゃがみコパン投げて打ってもらえます？歩いてますね。じゃあ。これ結構スカるんですよ。だからちょっとでもスペースがあれば別に後ろ歩きはしてもいいですよ。まあ、本当に多分画面端にドミッチャクだと当然ダメなんですけど、ちょっとぐらい離れてるぐらいだったらよくて、で、あと、まあ、一番俺はやってほしいなと思うのは、はい、転がせればいいですか？ここ転がせればいいですか？これなんですよね。あ、ごめんなさい。これなんですよね。Talking about the delay grab. He wants you to start doing the delay grab. じゃあ、うん、打撃打ってください。Right, 打撃を重ねてください。He's just meaty me. Do a meaty right now. あ、これは、そう、これが一番強い防御方法の一つでもあるんですけど、伝説の初音ちゃんの回でやってた防御方法。あ、そうですね。そう、Oh yeah, you taught Hatsume that one, didn't you? It's グラップバックステ。そう、グラップバックステ。バックステ。これはね、キャラクターによってバックステの性能が違うのなんとも言えないですけど。So you block the meaty, you'll take the grab, and then after you block the meaty, you'll back dash.He's like, this is the strongest right there. He's like, this is the strongest defensive option in Street Fighter V. コパンとかでもいいですよ。めっちゃじゃあこうやって。He's like, alright, try jabbing this time. で、投げ、あと投げ打ってください。He's like, and now I want you to try throwing here. 投げは抜けるんですよね。He's like, look, see, he blocks everything and you back dash. 俺の中のグラップっていうのは、もうこれであるっていう話を。そうなんですよ。まあ、鈴木さんにも教えた通り、しゃがみ中キックはしゃがみ中キックじゃなくて、中キック、キックまで打つのが中キックと一緒で、グラップってのはグラップバックステまでするのが一応あの、うん、これで遅らせグラップバックステみたいなことでもいいんです。それともだ、あ、いや遅らせ、バックステグラップとはまた違うんですよ。バックステグラップとはまた違うんですよ、ね、これは投げ抜けバックステなんですよ。投げ抜けバックステ、例えばこれってこれね、投げ抜けバックステっていう考え方が良くなくて、はい、投げ抜けの後に入れた後にいろんな選択肢が実はあるんですよね。例えば、はい、投げ抜け昇竜、so you do something like delay, 投げ抜け昇竜、投げ抜け EX 昇竜ってあるんですよ。 grab and then DP。 ちょっともう一回見たい、戻、あ、動きたい、動きに戻しましょうか。 It's
like, alright, hold on. これまあちょっと。Pick a Akuma for me. I want to show you. 絶対やった方がいいシリーズなんですけど。これも絶対やった方がいいし。絶対やった方がいい。その遅らせグラップでやるだけだと、実はちょっと防御力が足らなくて、遅らせグラップ。Your only option is to like grab. It's not strong enough. But if you do something after the leg grab, you add even more layers to your defense. より硬い防御力を手に入れたりするんですよね。はい。What's Uda teaching here? さっきのそのだから、投げ抜けバックスで、と、投げ抜け液勝利って話でいいんですね。投げ抜けのタイミングを遅らせるってことではないですかね。投げ抜けの技をガードした後の攻防がすごい強くなってるんですよ。はい、実施できます。はい、転ばせればいいですか。はい、転ばせて打撃を重ねます。で、コパン投げとかって思います？転ばせて、コパン投げ。He tacked the grab and did a DP and block. So he covered three options right here. Look at that. He's like, alright, try throwing me this time. He's like, try throwing me this time. Text. See? And the DP doesn't come out. He tacks the grab. Look at this option select right here. 置き攻めって攻めてる時間じゃないですか。けど、置き攻めって勝利って警戒するじゃないですか。だからダウンした時は勝利ってみんな警戒するんですよ。あ、来るかもしれないなと思って。けど、一回技をガードした後の勝利まで警戒したくないんですよ。それを警戒させることができる。要するに、置き攻めの時間帯なのに、様子見が増えてるってことは、こっちは一応逃げやすくもなってるってことなんですよね。後ろ歩きで。ちょっとやらせてもらっていいですか、今のその、So、watch. あ、じゃあ、ごめんなさい。こうやって。He has to throw. He got to input the throw, not the jab. So he's going to do a throw. He didn't input a throw here. So, okay, yeah, like that. 今は勝利が分かりやすかったんですけど、それのバックステバージョンも超強いんですよね。あともう一個あります。やった方がいいの。え、ちょっと待って。何ですか？あ、いいですよ。それやって。This is actually very... If you do play Secret of Five, this is definitely some tech you should be practicing. 切れるのかな？She got fireball that time. But I mean, it's the right idea. It's the right idea. あれ？ガードになってないですよ。遅いんですけど、リバーサーじゃないんで遅いですね。あの、なんか、パターンみたいな。まあ、ちょっとあれじゃない。あの、あれが、コマ的化してるかもしれない。絶対成功しないでしょ、これ。フルーズは、こんな気になるの？見たことないですよ、これ。Look at your ugly inputs over there. You definitely didn't get it right there.あ、惜しい。今のは綺麗だったんですけど、遅かったですね、コマンドが。これ練習が必要だな。そう、これ、あ、これです。取れ、あともう一個、じゃあやってもらいます。な、転ばせる。打撃を重ねる。たたん。So here. 転ばせる。Showing him how to do it. 転ばせる。打撃を重ねます。Throw or attack. Boom, reversal. これは投げ抜け V リバー。So, Fuda's like, here's another one. This is called. Yeah, but 投げ抜けバックスって投げ抜け勝利、投げ抜け V リバー。この三つを投げ抜けた後に気分で変えるだけでかなり硬いです。Throw tech DP and throw tech V reversal. These are the three. まあでも言ってる意味わかんないですけど。やれば多分まあ慣れるや。慣れるよ。だっていや投げ遅らせグラップは遅らせグラップだけ。オクラスグラップかける3にやったんですね、今。種類が増えたんですね。一応、もっとオクラスグラップと、あとこの後ろ、この、あ、もう一回やってます。転ばせる。で、オクラスグラップ、打撃重ねてもらいます。これも混ぜてほしいんですよ。後ろ、バックステじゃなくて、さっきの後ろ歩く。いや、バックステ待ってほしいです。これを混ぜるだけで。ものすごい強い。効能として、バックステと後ろ歩きの違いっていうのは、今、打撃ガード後の。この機会できるかな？じゃあ、しゃがみ中パン、しゃが立ち中継の置き詰めやってもらいます。しゃがみ中パン、立ち中継の置き詰め。はい。ああ、ダウンさせた後に。あ、ごめんなさい。あ、これね、キャラによって、避けれるんですよ。今のバックステになってましたね、多分。なって、空中姿勢になってますね。じゃあ、しゃがみ中パン、歩きしゃがみ中パン置いてもらいます。ちょっと、じゃあ。No, no, no. This one's for all characters. So the delay tech works for anybody. これで離れるんですよ。Delay tech is just exactly what it sounds like. You delay your throw tech. これ、状況が一緒になっちゃうんですよ。今、後ろ歩きしたんですよ。けど、バックステすると、置き詰めが終わって仕切り直しになるんですよ。はいはいはい。On the first play, you have a little bit of 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 a little bit Still putting input in. So if you expect your opponent to throw you on wake up, don't just match throw. Hold back, block, and then tech the throw a little bit later.
これあれなんですよね、あのガード硬直で結構違うんで、うん、これ多分、ね、厳密に言うともっとやばい仕込みがあるんですよ、ね、それはちょっとすげえなガード、そうなんですよ、ガード いっぱいあるガードやべえな、例えば、うん、コパンの後って投げじゃないですか、コパンの後投げあのしゃがみ台形コパン投げってやってもらいますよ、しゃがみ台形コパン投げは出るんだけど、うん、中パンとか大パンの時は勝利権出ないってできるんですよ、タイミングで、えちょっとやってみていいですか、いいです、中パン投げてますか、コパンの時は勝利出てます、うん、中パンの時は中パン投げ、中パン投げても出るんで、大パンだったら勝利出ない、大パン投げ、大パン、しゃがみ台、しゃがみ台、大パン重ねの時は俺後ろに歩きます、わかりました、The backdash OS is just simple. So you do the delay. You do the delay grab, and then you buffer and backdash after that. It's very simple, but it's just something you have to practice and get the timing down. You wake up, you hold back, delay your tech, and then after you press the throw tech, you press backdash. It's very simple. It's just the timing thing that you have to practice in training mode. で、コパンの時は今勝利出てるんですよ。しゃがみ大パンじゃなくてしゃがみコパンだったら勝利権出てます、やってみていいですか、うん、混ぜてくださいね、うん、So if he does jab, the DP will come out, but if he does something else, DP won't come out. Look at that. すげえ。こんなのだったら崩せないですよね、上級者こういうのやってんですよ、一回一回準備やってるんですよ、ミカできないんですよ、悲しいですよ、俺知識やんねん、俺もやりたいですよ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 、いやでもこれもうみんな当然のようにみんなやってるわけ、like、imagine trying to crack open us with defense, いや怪しいっすね、 they had all these options like this. ちょっともう一回ちょっと置き止めてください、俺を崩してください、また He says go ahead, Kudus says go ahead, try and crack me open here. 2回までですね、じゃあ2回何でもいいです、He says do anything, just try and open me up right here. Look at that. Uh-oh. He didn't mean for that to happen, he wanted DP right there. 崩してやる、He's like, I'm gonna open you up here. これは崩れちゃう。これやっぱ強いんですね。これは俺、うん、俺はその、あ、そうか、投げ抜けっていうベースの話、ね。あ、そうか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 。He's like, don't do that, because that's different. He's like, that's what we're talking about right here. We're talking about just the meaty and throw mix up. Look, he can't open them. Okay. お、これは早かった。Fido, he's like, I did it too early. Oh, he got super again. It's gonna hit.あー出るなー、そしたら出るわな、Yo, option select city right here. みたいな感じで、遅らせグラップの後にもちゃんとこうやって仕込みをすると防御力変わります。Don't do that one. I mean, well, it's talking about levels. He's not saying this is an unbeatable form. 枝があるじゃないですか。だからその遅らせグラップっていう枝の後にこう3つ今枝が分かれたじゃないですか。その、バックステ、遅らせグラップバックステ、遅らせグラップ、勝利を仕込み、遅らせグラップ、一応 VD バース、VD バースで、後ろ下がりもあるのか、そう、4つあるわけだ、4つ、だから今まで何もなかったんですよ、そうですね、今裸で戦った、裸で戦ってました、無課金でした、無課金、うん、それが、まあすごい強い防御方法ですよっていう、はい、そのまずその枝の、その一個こっちに離れた方を別に、まず一個目の枝があるじゃないですか、はい、遅らせグラップ。からのまあ派生ですよね、派生はちょっとこっちとちょっと多すぎるんで無視して、はい、まずここをまずちょっと総ざらいはしたいんですよ、いや それは普通のただの読み合いです、うん、そのそこも分かってない可能性あるんで、まあ要するにさっきと一緒で、うん、まあ要するに投げ、I wonder how they... まあ投げっすよね、I wonder how they... だから投げと何もしないのみたく投げと、うん、ガードって言うんですよね、ガンガードと投げって最速投げのことですよね、投げこすりっていうか、まあそうですね、遅らせ投げでもいいです、ああどういうこと、受けでってことですか、受けで最速投げこすりは少ないですよ、なくはないんですけど、うん、俺はそんなに押さないですね、例えばやった方がいいのは画面端とか、うん、あ最速投げこすり、うん、はあるんですけど、ボーティに関してはぶっちゃけしゃがみ中盤とかの方が良くないと思ってます、うんうん、なぜかというと、はい、もう俺できないんですけど、うん、こんな感じの画面端に裏回りができるから、後期は裏回りができるから、期待値がそっちが高いってこと、投げの必要がないんですよね、他のキャラってあんな簡単に画面を入れ替えることができないから、うん、だから入れ替えるために後ろ投げの方がいいんですよ、後期、yeah, は俺は打撃にも別に発生感ないし、いいんじゃないかなっていうふうに思う、A lot of other characters have to do back throw. He's like, but Akuma can just do crouch medium punch to escape the corner. So try doing that. Taking down his notes right now.
ちょっとこれあのお願いできますかね。一つずつやっぱやるとやっぱ時間足んねえなって思うんですよね。あ、いや今あ返答をお願いします。だからでやるのは、うん、そのガードの前の後ろ歩きと投げ抜けとかそういうのをやった方がいいですよね。ちょっと今なんかちょっと頭がちょっとあ、ちょっと冗談あれですね。来たみたいなんで。違う。乱入をしましたね。乱入したな。乱入をしたな、もうじゃあ。したもんはしかだね。乱入しちゃったな。Someone is coming here. あ、大丈夫。Oh, no. I hit the share button. はい、こんにちは。こんにちは。先日はどうもありがとうございました。はい、ソニックブームの継承者。ダヤです。よろしくお願いします。乱入。乱入です。じゃあ乱入で。はい。対戦してくださいよ。ちょっとビス TV ちょっと乱入。何でしょうね。乱入があるっていう乱入制度が最近ちょっとなんか流行らない。流行りそう流行りつつある。They are. They're gonna. He's a new challenge. He's gonna come here and he's gonna play. He's gonna play some people. じ、逃げです。He's gonna fight against Dori Kase here. 一切のフェイクではない。一切のフェイクではないです。ちなみにだから。プレイヤーとしてこうやって思ってでなんかこう晒すっていう行為ってなんか大会とかそういうのでちょろっとする程度で、はいはい、しっかりとした配信では一切、はい、He plays a little bit. He's in some tournaments, but he's never been on a proper stream like this TV here. 今後はね、俺がさ、はい、いつ誰が乱入者が来るかわからないっていう。分かりました。He was yesterday on the Red Bull event. He lost to Vanell, very sad. あれ？やっぱりこういうのね、見られるとね、あのいいと思います。オリカさんのキャラクター、使うキャラ知ってます？あ、使うキャラ知ってます。もうちょっと言うとこです。あのちょっとなんだろう、見づらかったとか。Get close, get close。オリカさんもっとこっちに来られた方がいいんじゃないですか。ありがとうございます。Looks like a little plan match right now. First to two, it's gonna be first to two.これね、全然わかんねえもんな、このキャラマジで。Bang. お願いします。お願いします。堀川さん。はい。Handshake. 勝つだけの動きでいいっす。Kudo says, don't worry about being strong. 恥ずかしい動きで動きにしてやります。恥ずかしいぞ、俺は。We got Afro. Home Afro. ハラマセルフ乱入するかもしれないって。I don't know his name. I didn't hear his name. But it's a first to two. 名前。アフロ。アフロでいいです。We have a first to two here, and Fudo says he took the seal off. He says you can do whatever gimmicks, whatever tech you have. 今の投げ抜きしたじゃないですか。あそこにバックステッチ込んでおくと上手ですよ。So right there, Fudo's like, oh, you don't put the delay grab backdash right there. 難しい人間。まあ後ろ向きでもいいかな。こっちですよ。アフロファンドになってる。アフロファンド。かっこいいな。なんで出してない。はい。The three attacks is so it's delay throw attack is the basic and then after the delay throw attack you can add extra options. You can add backdash, you can add V reversal, you can add DP. Activate. It's like yes, nice. Just get him and then throw. この前一番の人らしいですから一応。この前一番の人らしいですよ。It says get cheap, do all the cheap stuff. この前一番の人だから。俺が何をするか見てろ、ピヨーン。ピヨーン。That is a scrub killer attack that Orcas is known for. 絶対式上がるよ、明日。EX Demon. 見とけよ、俺のピヨーン EX。You don't see that at high levels because high level players can deal with it, but low level players cannot do anything against that move. 今ちょっと難しいことしようとしましたね。So it's kind of like a crutch for Orcas. 恥ずかしい男。ピヨーン。Again, see? See? 強いな、技。Again, see? That's how he spent all of his meter. That's how he got up to the platinum rank.逆にこれ出しちゃうよ俺ああやるねえ意味ねあーリアムフォーカンボー Be careful Ford Fierce doesn't crack right there jump up but no roundhouse これは激まずです and just throws he had it snurred on deck didn't have to use it though 落ち着いた動きしてますね because it's calm down calm down ボリューミーな髪が想像できない it's calm down he's trying to calm down どりゃもうこれだおい
It's so cheap. The scrub killer. The scrub killer move right there. Oikatsu got him on the ropes, but Roundhouse is out. He walked in the trap, but no confirmation right here. Dude was like, oh, I wish I could have taught you a little bit more of the character matchup. Burloom City, Fort Fierce, Backdash. He's going crazy, yes. Fang does not have good options. Activate, please. No. Oh, nice V reversal. Still sitting on the key trigger though. That move is so dumb. Yeah, I think it's so good V reversal. Thank you. What's that? Clutch frame. Ah, button set. So, これは Fudo was saying, or a button が1個もなかったみたいな。いや、それはあ、風がでしょ。多分大概Afro Fang saying my buttons, my buttons are not. どんな言い訳でも俺は受け入れます。大会じゃ許されないからね。いや、一席取られた状態でなんで。He's like, let me change my buttons real quick. Let me change my buttons real quick. これですか？ Oikatsu making buttons. He's like, what kind of excuse do you want to use next time? やった。ちょっと嬉しい、そして。いや、なんで、普通に、はい。一席取られた状態でもちろん大丈夫です。本当に、あの、マチャボ先生がどのような顔をしようか、僕は鉄の心で明日ピヨンと。飛び上がろうと思います。ピヨンって。でもあれやるの。マチョボもそのピヨンって言わすぐらい打った方がいいですよ。最終的にマチョボ先生もピヨンって言ってるって映面まで持っていく。それでいいと思いますよ。なるほど。Minimum. So talk about when Machibo was his old teacher, right? Fudo's his teacher now. Machibo used to tell him not to use that scrubby move, the EX flip. Right? Stop doing that. そうなの？それボタン大丈夫？あ、十字も。え？ね、と斬新なボタンの使い方する方？ここ L1 のところに強キックを持ってくる。L1 に強キック。マジで？はい。入ってるでしょ？はい。で、多分今 L1 と R2 が両方外れてたっぽくて。あ、そう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 。すごい斬新な。それが QF みたいなボタン配置になる。じゃ、大丈夫ですか？はい、すみません。超珍しいね。え、弱パン、中パン、強パン、強系ってこと？そうです。で、弱系、中系、ボタン。P 高み、K 高みです。K 高み使ってないんですけど。わけわかんない。なんか理由は？単純に R2 の、いわゆるゲーセンの配置が、なんか手がごちゃごちゃってなっちゃって。あ、もうそれが今慣れてるんだ。親指でジャックキックに押して、それ以外の上4つを、もう手を置いてるんですよ。ああ、なるほど。対空とか使い分け難しいもんね。そうですね。なんでほとんどのボタンをあのもう指で押さえてるような状態に手を引けるからってことか。そうですね。だからなんか進化なんで。確かに。バチンバチンって全然聞こえてこないんで。線のボタンの押し方とかちょっと意識してる可能性ないですか？いやもうそういう感じで。Sorry, Oikatsu saying he's very quiet when he plays. あのボタン触れてるんですか？あ、でも静かにやった方がっていうのはちょっと意識確かにあります。So he's saying I actually try to press the buttons quietly so my opponent can't hear me. 勝つのは俺なんだよ。あちゃ。でもそれそのボタンって絶対ないじゃん。That's a little shimmy, but Oikatsu of course pressing that crouch medium punch. 何のために波動拳打つのか。どうしよう。どうしようって言ったらどうしよう。He's like, what should I do? He's like, whenever I'm in that time, it's EXD. あ、裏ま。It's an overhead, it's a threat. Let's reversal again. ほい。まあね。Tracy when he gets the round for Afro Fang here. ボタンなかったという事実が今、明確に。確かにさっきなんか回られた時なんでめくらないんだろうって思ってたもんな。そうなんですよ。V リバと前ジャンプした時の強キックが出なくて。So he's talking about there was two times in the last round when he jumped forward. I even asked, I was like, why didn't he roundhouse? Why didn't he roundhouse when he jumps? It's because his buttons were off. But they're on now, so he's playing better. He's going to keep doing fireballs. Plus frames. But of course, Oikatsu always mashing. This is the low level Street Fighter V you know and love. Anytime he gets a break, that crouch medium punch is coming out. Oh, the demon flip and then the point blank. あぶね。これがダメな。バックステしてるよかったのか今。わけわかんねえ。あ、
gets greedy with the back throw. Double up. Ah, lucky. Drops the combo, but still in a really good position here. Plus frames, spear reversal. Demon flip. DX demon flip, plus frames. Oh my god. That move is so bullshit. What? Super what? Super. Ah! Oh, jump back. Sure. I don't know what that was. He's like, if you had done for this, that was an anti throw. He's like, if you just done a medium punch, you would have won. He had super, he should have just let that super rip. Machaがいかに最適解でも、EX射撃は最適解がないです。うわ、もう最悪解を常に出し続けて、マチャボ先生に見限られてくれると思います。Even though Machibo is the god of analysis and breakdown, you cannot break down the EX demon. That move is just too strong.There's no 100% answer to that move. Boom. Nice dash to understand fierce. Ah, don't. Ah, then I. He's like, damn, my DP didn't come out. And then full screen, of course. He doesn't even think, he just does it. He has the bar, full screen, demon flip. It's pissing me off.Ah, that's it. One more stun for Fierce, but he dashed on it again. I'll peel it. Smashes out. This is the ugliest three fighter fight I've ever seen in my life. Boss. まだまだ。え、これ多分オリカさん、そこそこ勝つかもしれないですね。うん。いや、明日一勝でもしたら奇跡だなと思って。いやいやいや、一勝するだって。え、だって、まあ誰と当たるか分かんない。なんだってしかも先方ですよね。He's like, usually we're gonna put you up first. We're gonna put you up first. Usually they put the weak player up first, so he might be able to beat somebody. He's like, a lot of casual players will come here and just enter. It's gonna be fun. So you might go up against like a casual player, so you can beat them. Nah, わかんない. Demon flip for the win is right. Always demon flip in this guy. He versus out. Big lead here for Apple. You'll beat that.負けて、そうですね。負けてるときはこっちなんですよ。うん、ああ、慣れてる。すごい。すごいプレッシャー。Yeah. What a big block that was. ボーナスポイント。At all. ボーナスポイント入ったけど全然足んね。うわお。投げで一応大丈夫ですね。ああ、ジャックだった。バー。For this thing, you have to throw that. All right, match point for both players now. Double match point. The EX Demon Flip.ただ勝負できてる。最多あるな。Here comes full screen EX demon flip. Countdown 3, 2, 1. ラストよ。No, おっと、まさか確認？確認です。確認派なんで。ああ、そういうバグステケ。Nice back dash there, but doesn't really give a big punish. And then the YOLO. もちろんピヨン。There it is. Of course, it's coming out. うまくやる必要ないですよ。だから何？ Another one, of course. He's got another one. Oh my god, he's pressing every button.Not dead here. Oh, big drop. すいません。ピョン。読まれた。アンデルに読まれた。ああ。しかも毒でちゃんとやった感じ。そう、ちょっと時間かけて、多分あの下座キャンセルからだと無理はバレちゃうんで、直感はその安定が一段目登ってからなんで、で削りの方が。1段目は確かダメージ入るのが多いんですよ。すげえちゃっとし。いや、これは上級者からの教えで。教えで。はい。俺ピヨンピヨン言ってた俺に、それはなんだろうな。ありがとうございました。すみません、ちょっと逆に。とんでもないです。ありがとうございました。はい、そういうわけで、どうでしたかね、工藤先生。うん、まあ。So you wanna give his tips here? He says, well, で、置き攻めの教えるのとかも、いっぱいやりすぎて難しいなと思って。うん。いや、めっちゃあるじゃないですか。その、He's like, I taught you a lot of Okizemi and a lot of defense. There's a lot to learn right now. それはさっきみたいに、さっきも投げ打つたびに、胸の中に来なかったですか？あ、バックスも入れとけばよかったですね。いや、もうだから言われるたびに、He's like, didn't you think about it when you did it? 全然自分の中に入ってない。入ってないですね。入ってない。全然入ってないけど、今ちょっとあれですか？その容量はできたじゃないですか？できました。あるってこと、存在を知ったんで。It is true. でもなんかそのトレモで何練習したらいいかわからないじゃないですか？これはトレモ。完全トレモ案件なんで。結構好きなんですよ。トレモを全部できるようになったって思うのが好きなんです。あ、そうですよね。しかも地味なのが俺は好きなんですよね。オリガさんすごい難しそうなコンボをトレモであるじゃないですか。じゃなくてもっとこういう地味な方がいいです。いぶし銀な感じが。だし、実用的で。
He's like, he's a Furosu's orc. Because I always see practicing like nonsense combos in training mode. Stop practicing the flashy stuff and practice more useful, practical stuff like the throw tag. わかりました。俺の跳ねる姿を何度も見てください。跳ねた跳ね倒すんで。じゃあとりあえず中上級ということで、どうもありがとうございました。ありがとうございました。あ、どうも。ライアさん。はい。どうもありがとうございました。 So it looks like they're going to finish the... Good job, congratulations. It looks like they're going to flip that. そうですね。あれ待って、オリカさんもいますよね。じゃあ俺いますか。いますいますいます。So Fudo's going to stay... じゃあ真ん中に。じゃあ Fudo 先生こっちでしょ、だから。いいんじゃないですか、こっちでも。あ、そう、逆に。Fudo is going to stay. わかりました。新しい先生。Suzuki. So that was the... レオ先生。The middle, upper level teaching.Section. Now we're going to have the beginner teaching section with Suzuki. He's brand new to the game. パッド派です。じゃあ真ん中で。はい、じゃあすみません。一回待ってくださいね。一回これで、はい、カサ、スズキ、and フード。来ましたね。どうですね。あれこれ、これなんどれでしたっけ？え？なんかランクマ。あ、ランクマか。あ、これですね。あ、これです。ヒロユキスズキです。ちょっと待って、his real name right there。本名です。ご登場いただいて。his real name。はい。add him on Facebook if you want。ランクマの方は結構。やってる感じやってるのはやってますね。やれない日までやる日は 1,2 時間ぐらいやるようになってるんです。He's like, when I do play, I play for like one or two hours a day. 全然数字が上がらずに。あの、プレイ内容は前回その、ちょっとその、飛ばせて落とすというか。教えていただきました。飛ばせて落とす。その勝ち方には2つあるというのを教えていただきまして、それでその、対応して勝つか、自分から攻め込んで勝つかの2つがあるというふうに教えていただきまして、まあ、私の中ではそれを、はい、まあ、まあ、自分からも攻めるようにその前の時はあんまり自分から飛ばなかったんで自分から飛ぶように、飛ぶようにもしてやってます。We here, はい、結構それで変わったりとかしました。そうですね、あの自分数字本当変わってなくて本当は不甲斐ない、申し訳ないんですけど、あの自分の中では本当少しなんですけど強くなったような感覚がありますね。前は千何百の人に勝てなかったんですけど、あ、引けるようになったり、それにたまに勝てるようになったりして、自分の中ではちょっと変化はあったかなという感じはあります。今日はできるトレモからやろうかなと思うんですけど、はい、ゲージ関連を、はい、さっき織川さんのプレイ見て分かる通り、はい、ゲージって超強いんですよ。はい、そうですね。だってゲージ無限の織川さんだったら俺もし下手したらいい勝負するから。そんぐらいゲージってのは偉大なんですよ。跳ねまくりますよ。で今までゲージ関連って鈴木さん使ってこなかったんで、そうですね、はい、要するになんかそのゲージって戦略とかじゃなくて、ただ今自分の持ってる強いところになんかそのなんかエンジンを乗せるみたいな感じのイメージなんですよ、うん、だからやり得みたいな感じで、うん、はい、だからそれをまずそのお得系をまず覚えた方がいいかなっていう。わかりました。ゲージを、はい、はい、やらなきゃしようかな。今までは逆にゲージはどうしたの？まず、なんか大体結構溜まってることが多くて、それでその、まあ、昇竜拳、投資するんでしたっけ？それを打とうとしたときに、その、クリティカルアーツになるっていう。あ、そうですね。逆にやることがよく、逆にマイナスですね。あ、そうですね。このゲームって、あの、そうなんですよ。ゲージ3つあると、俺でも、もうその、スーパークリティカルアーツか、うん、出まくるんですよ。へえ、ね、だからじゃあ要するに意識してゲージを使ったことは未だに皆無。あと、あ、いやでもあとあのその昇竜拳のそれを、はい、その強くしてみたりとか強くしてみたりっていうことがあります。あ、なるほど。ちなみにその昇竜拳が強くなる、はい、EX ノーマルの差とか知ってます？He's like, do you know what you mean about the DPS stronger? Do you know what the actual means? やべえのがあるんですよ。EX 昇竜拳って。He's like, there's something special about the EX DP.そうですね、トレーニングモード。そうですよね。そこ知らないですよね。うん。差が分からない。まずそこからちょっと。はい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 。中坊っぽいゲージの履き方はネカリは残念ながらないんですよ。He's like, sorry, there's no... すごい真面目なキャラなんです。You don't have a crazy... Kuma has a... joking about... Kuma's got a crazy move to spend meter on, which is the EX Demon Flip. He's like, sorry, Nekali doesn't have that kind of move. He's more of a serious character, not like a goofy Akuma here. あれ？
あ、入ってか。So you have to use your meter correctly. Sign in with smartphone. I know you can do that. スピーディーですね。はい。じゃあバツで。はい。Right, so we're going to show how to spend meter here. Actually, I think it's going to show the difference between DP and EX. あ、いや、ごめんなさい。EX の前にこのこれの EX バージョンを教えますわ。え、もう一回。これ、これの。あ、はい。Do the EX slash。これなんですけど、これはすごい説明簡単で、ダメージアップです。He's like, let me explain the usefulness of this. He's like, it's really simple. All this is extra damage. The EX slash is extra damage. ba, ba, ba. 196ダメージ。He's like, look at that. ゆえに、そんな使わなくていいです。He's like, look, you get a little bit extra damage, but you don't have to worry about it too much. It's not really that important. Not really that important. Pretty much the only time you want to do the EX slash is when you right are about to kill them and you need that extra damage to kill. So don't worry about it. What else can you spend meter on? Do the EX kick down. This is quite different from the jack kick. This is probably the best one. It's probably the best one. It's probably the best one. It's probably the best one. 発生が早いんですよね。発生が早いっていうのは。He's talking about...このしゃがみ中継なとって今コンボ2になって繋がってるじゃないですか。で、中繋がらないですよ。はい、けど、いい繋がらない。なんで、ゲージだったらしゃがみ中継に EX 取って仕込むのがすごいです。便利ですね。これがすごいです。なんでゲージがあるときはしゃがみ中継のときはこれをこうやってやってもらう。この EX、 あのボタン2つ同時押しがもしかして慣れてないかもしれない。あ、これ効くのか。あ、じゃああの、あ、そうそう、はい、はい、これ、それはすごい。これはすごい。有利もかなり大きいですよね。まあ、ちょっとですね。有利があるんですけど、これ離れてるんで、あんまり。まあ、またいつも通り、またあの、こう、ああ、どこだってればいいんで。これもそうですね。しゃがみ中盤も、しかも、結構なんかその射程が長いんで、ちょっと長くて、当たればちょっとやってみて、ベンベン、and it brings you close。これが、なんでこれも、ボタン設定で、はい、キックボタン、二つみたいな設定が、I think he's gonna tell him how to do the setup his button so he's a double kick so he can get the easy EX。オレカさんここ結構使ってますか、こっちのボタンは？最近使います。いやみんな結構使ってますよ。使ってるんです。待ってこれどれだ？コントロールセッティング、わかんないですけど、これは初期設定ですね。あ、じゃあ L2 か。あ、確かに。これはもうあるの。まあ、ボタン3つになってるんで、これはこれで全然いいかなと思います。ここですね。ここですね。はい、これとかでしゃがみ中継でやると、めちゃくちゃ簡単になりますよ。あの、多分相当ミスりづらくなるんで。はい、ゲージがあるときは、しゃがみ中継でボタンをそれを使うと、ここにするんですね。はい。use the, すげえいい。あ、ここミスるの。The macro.Hey man, this is not in arcades. This is a console based game. Use what's in the game. あと、リスクがないです。そうですね。ガードされても。なるほど、なるほど。なるほど、結局はなかなかいいです。で、次が最大なのが、昇竜拳。はい。これ、EX 使うとどうなると思います？なんか想像で。出が速くなる。ペン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 。あ、確かに速い。けど、素晴らしい。What is the power of EXDP? He's like, oh, it's faster. もっと重要な点が。That's not it. There's something really important about EXDP.威力上がりますね。もちろんありますね、これはね。けど、そうじゃない。まだ何かがある。Trying to figure out what is powerful about the EXDP. マリオのスター状態になるんですよね。As a new player, マリオのスター状態、無敵になるんですよね。あれ感じになって、何も食らわなくなる。EX か。無敵ですね。何も無敵がつくんで、ダウンしてる時に置き攻めすごいきついじゃないですか。EX 勝利打ってもらっていいですか、ちょっと。ここ頑張って。起き上がりに。これ無敵なんで。何やってももう。ね、He's like, you don't have to deal with anything. Isn't it really scary when you? 驚きの表情を隠しきれてないですね。He's like, but if you have the XDP, it'll beat anything. It'll beat anything. 無敵ってのは、He's like, whoa, it's invincible. It's crazy. 無敵っていうのは何なんですか？敵がいない。敵なし。だから、攻撃は本当スター状態です。マリオのスター状態。そうですね。はい。敵にぶつかったらこう死んじゃうところを、そう。むしろ。まこれも一応無敵なんですよ。これも。はいはい。すみません、質問なんですけど、今のこの起き上がりでこれだとダメなんですかね。これはノーマルは無敵がないんです。No, Dagger hasn't played on this stream in a long time. He does other stuff. He comes on the stream, but he does other stuff. もう一回じゃあ。はい。あれ。いや多分。Like now, Dagger was putting on the movie. If you haven't seen the movie. あれ違うのだ。And we have in January we have a big event he's putting on, and Third Strike, Super Turbo, and Guilty Gear.
I mean, can you blame him? If you play this game every day as a job, いつ自分が起き上がったか多分分かってないと思うんですよね。じゃあ、起き上がった後に一番早く行動ができてるとリバーサルって表示がされるんですよ。はい、それ気づいたりしてます。Lore of reversals is like if you input a command right when you wake up, a reversal message will show up. 攻撃を重ねるっていう。So he's saying he's trying to have him learn reversal timing here. 攻撃を起き上がりに重ねる。Boom, there it is. これリバーサル出てるんで、これが成功してるんですよ。なので、if the reversal shows up, 最初練習するのって自分が起き上がるタイミングっていうのを体で覚えることがすごい重要ですね。はい。じゃあダウンさせるんで、リバーサル勝利球ってもらいます。What's the movie about? Oh, there, he did it. He got reversed. Good job. What's the movie about? Go look at it called Project Nine Road. It's by Kuroda. It's a little slow. It's slow. So slow timing on the reversal attempt. And that was too early. There you go. Good timing on the reversal. If you can do an EX right here, try and do EX. これで打った方がいいかもしれない。He's explaining you should use the macro. あ、こっちの方が簡単なんで。これ重なってるやつも勝てるんですよ。even 鈴木さんは起き上がった時に昇竜を打てると、ローグルがそうだ。で、これはリバーサルで出ないとダメなんですか？リバーサルじゃないとダメですね。ダメじゃない。じゃあないかもしれないですけど、ダメです。ダメってことでしましょう。ダメです。当然けど昇竜拳隙があるんですよ。一応打ってもらいます。はい。There is a weakness to the DPS. もういろんなことやっちゃうんです。なので一応その無敵だけど危ないですよっていうような技がある。はい。でネカリはこれをすぐまあこれと、はい、あとなんかもう嫌だなと思ったら、はい、これ打つのがいいです。これってもうすごい話が早いんですよ。相手が死ぬか自分が死ぬかみたいな感じなんで、すぐ話がもうなんかもう一方通行みたいな技だよこれ。はい、だからなんか困ったらこれを打つと、はい、大体何かが起きます。はい、まあそう相手が当たるか自分が死ぬか。はい、っていうのが起きるんで、俺はすごい便利なことだと思う。この EX の方逆に言うと、EX 以はあんまりその使わないですね。まあ使うのもあるんですけど、今は EX だけ覚えれば俺はいいと思います。はい、分かります。There's uses for the other ones too, but for now, just remember EX. もう一個実はゲージがあるんですよ。これですね。V トリガーゲージ。There's another gauge you need to worry about. ネカリは、V トリガーゲージはすげえ使い方簡単なんですよ。He's like, Nikali is super easy to use the V trigger. He's like, just do it, activate. He's like, can I do it? There it is. He's like, that's it. That's fine. That's it. That's it. You don't have to wait for a perfect time. He's like, when you have it, just do it. しゃがみ中継から、これもキャンセルできるんですよ。こうやって。He's like, you can do cancel on the V trigger too, like this. Check it out. けど、そうですね、最初は。This guy's funny. He's very, very serious.ネカリで一番重要なのはトリガーが溜まった瞬間に吐くことなんですよ。うん、トリガーがあとマックスになったら、はいはい、もうとりあえずもうすぐスーパーサイズになる、はい、それがすごい重要なキャラクターで、はい、こう今まではどういうふうな使い方というか使ってましたか？いやでもこれは使ってましたね。そうですね、溜まって立つことに気づいたら、あ、そうですよね。これガチで 1.2 倍ぐらい強くなんですよ。キャラ組み合わせによってはもうなんか2回使ってるんですけど、ノーマル状態は勝てるんですけど、このスーパーサイズになった瞬間にマジできつくなるんですよね。大幅に変わる。ちなみに何がきつくなるかというと、あ、じゃあ一回戻してもらえますか。一応ね、強くなってる。あれ？これこっちは多分設定されてないんですね、これね。あ、そっかそっか。そういうのがあります。じゃあ自分、なってください、スーパーサイズに。私がなるんですね。はい。で、まず自分がノーマル状態のタッチ中パンチに打ちますよ。はい。これなんか、この手あるじゃないですか。そっち打ってもらいます。こう、オーラみたいな。オーラになってます。オーラ部分が強くなってるんですよ。He's like, when you're in V trigger and リーチも変わってるんですよ。オーラ部分のリーチが変わってて、完全に強くなってる。はい。で、しゃがみ中継になってる。He's like, now do a crouch medium. オーラ出てます。こっちオーラ出てないんですよ。出てないです。で、しゃがみ中継打ちますよ。はい、これ見てください、打ってください。これオーラ出てないじゃないですか。出てないです。強くなってるんですよ。これすごい簡単なんですよ。オーラが出てると、強くなってる。そう、オーラが出てる分、まあ要するに手がオーラ出てるじゃん。オーラ、はい、こっち出てないですよ。はい、オーラ出てる。オーラが、オーラ分強く。要するに手からオーラが出るんですけど。はい。オーラ、手からオーラが出てる。そのオーラ分だけ強くなってるっていう。
これがね、えぐい強くなってるんですよ。いや、かなり違う。タチチューパンとかちょっと連打してもらいます。タチチューパンを連打するんですか、はい、これオーラーもう大変ですよ。はい、さあ、どっちがぶつかる。うん、相打ちになっちゃう。Look, look, he's scratching me, he's scratching me. 思いっきり寄れば勝ったりすると思うんですけど、おお、やるね、このパンチ。I was like, wow, my punch is so good. 何なんだよ。負けないよ。ダメじゃん。タイミングで勝てるんですけど、まあ、要するにオーラになると強くなりますよ、感じで。リーチも伸びて、威力も上がるのか。威力も上がります。あ、じゃあ、俺なら70と60か。ここはパンチとかもそうですよ、これほら。パンチで言うとほら、10点なんですよ、オーラ分で。そうですね。なんですぐスーパーサイになったわけです。はい、わかりました。勝利でもダメージしちゃうんじゃないですか。ちょっと打っていいですか、これ。はい。で、ダメージ食らって、これ。120。あと歩きがね、めっちゃ速くなるんで。そう、あとステップが長くなる。So like, oh, maybe it's after reaching out longer, but the hurt box is strong. 使いやすくなる。これやっぱり長い方が、so、it's safer to, まあいいですよね。めちゃくちゃいいですね。なんで、こうやっていつもよりこうやってやってください。はい。これに使って。で、そこでマイスターが捨てられない。これが、この距離届くんですよ。で、これはかなり長い。逆にこっちは届かないですよ、こうやって。届かないです。でも、こっちのスーパーサイヤ人の方は、no super dash in。今のはこうやってて、ピョンコピョンピョンコ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 ピョンだからなった方がいい。あと1個技を忘れてましたわ、はい、これコマンド投げ、これか、あ、これですね、はい、コマンド投げ僕は使ってます、そもそも。いや、ほぼ使わない、ね、投げ抜けって教えましたっけ。投げ抜けっていうのは、まあ、あ、そうそう、投げをこれそうです、ね、同時になるとこうそう抜けるみたいな、はい、やってもらいます。はい、あら、投げ抜けだ。これが投げ抜けなんですよ、はい、うん、でコマンド投げっていう、まあ、ミカとか、まあ、ザンギのスクリューとかあると思うんですけど、ネカに持ってるこれは投げる気ができないんです、はい、だからもう、うん、無法、はい、ひどい話ですよ、ひどい話です、うん、だからこれは絶対に立ってると食らっちゃうみたいな、うん、まあ、ジャンプとかすればいいんですけど、いや、食らいます。しゃがんでても食らう、ジャンプとかすれば、うん、like, can I duck command grab? It's like, no, you have to jump. You have to jump if you want to avoid it. で、jump up. EX はあれなんですよね、コンボが入るんですよ。 He's like, think about the EX, you get a combo after that. Boom.で、ダメージが高いみたいな。これはちょっと難しいかもしれないけど、まあ、まあ俺はいらないっすよ、まだ、はい、まだ順番的にはいらないっす、はい、I think you don't really need this yet. コマンド投げっていうのはどういう局面で。 You get a combo for the EX command grab, but I think you don't really need to worry about it right now. ここで重ねちゃう。 He's like, what is the point of, what is the point of command grab? It's like, oh, you get Oki, you get Oki Zeme. お話をされたと思うんですけど、その際にこう、この投げじゃなくてこれをやるって。そう、これはもうハイリスクハイリターンみたいな。ハイリスクなんですか。終わってます。あ、じゃあちょっと上に飾ってください。あの、はい、しゃがみ台系のあたりやってください。転ばして、はい、で、コマ投げをするぞ。全部ハイリスクなんですよ。通常投げにしてもらえます？はい。次。全然当たんないんですよ。もう隙がないんですよ。うん、コマンド投げは隙が大きいんです。じゃあコマンド投げやったから上を入れっぱしてください。コマンド投げを入れてから、で上を入れっぱ、はい、そうっす。動き始めるまでこんなに時間かかるんですよ。やばいっす。あー、やばいっす。そうなんですよ、はい、自分の技の硬直、あの止まってる時間を調べるときには、はい、そう、空振って上ってやるのすごいいいです。あ、分かる。どんだけ自分が動かないかとか、so、かなり隙が大きいです。それでもやばいっすよ。やばいっす。ただ、なら持ってるだけで強いんですよ。いや、はい、俺お前のこといつも殺せるよ、はい、っていう感じの技なんですよ、はい、で、それにビビるんですよ、みんな、っていう感じ。だから、まあ、ミカとかもそうなんですよね、コマンド投げで、はい、俺いつでも崩せるからねって、はい、けど使わないのが強かったりとか。これはさっきの話で、その、置き攻めでやっていった方がいいですか。でも、そのこれはあの隙が大きいですけど、今はいらない。今はあまりいらない。なぜかというと、はい、
鈴木さんのレベルだと、はい、もっと簡単に勝てる選択肢がいっぱいあるから、はい、飛びを対処できないやつだったら、はい、飛んだ方がいいです、はい、コマンド投げ打つより、はい、飛んだ方が強いんで、はい、みたいな感じで、うん、どんどんこうやって防御手段のレベルが上がっていくとこのコマンド投げが超強くなるんですよ。俺鈴木さんともしやるとするじゃないですか、はい、ただコマンド投げ連打が一番だって一方的なんですもん。防御方法知らないから、うん、勝手にハイリスクハイリターンを押し付けていくんですよ。バーンって。そっちの方が俺は嫌なんですけど、はい、多分今の鈴木さんのランク帯だといらない、はい、もっと、うん、もっと there are some things, there are some things that you ぐらいかな。ゲージはまあゲージはまあ、うん、まあ昇竜拳と、right、あとトリガーはすぐ吐く、はい、これをちょっと、はい、あの、はい、意識してちょっとやってほしいです。はい、じゃあ早速ランクマの方に、はい、わかりました。移ってみましょうか。はい、プレイ内容が奴隷のような感じに、あ、じゃあスタートして、はい、まあ、メインでいいんですか、下で。So, we're gonna go play. そう、コマンド投げと無敵昇竜拳の持ってるキャラっていうのはいないかな。コマンド投げだからその下手したらルカリだったかな、唯一の。唯一かな、ランクマッチ。So we're gonna have Suzuki play rank match in the bronze level with Fudo coaching him last time.The main focus was on DPing, on not attacking and letting them attack you. And then just DPing. 前はまあだから何やっていいかわからないっていうところから勝利で落とそうという話。そうですね。はい。あれけど前回俺すげえ良かったと思いましたよ。覚えたことが。鈴木さん勝利が出るんで超教えやすいっていうね。あれがでかかったです。あ、コマンド打てるということですか。あ、そうなんですよ。まずそのコマンドとはから始めないといけない。そうですね。しかも俺わかんないんですよね。コマンドとはって。あ、だからその今口で説明するんじゃなくて、うん、もしそういう人と出会った時に、うん、その人に会ったことを言うしかできないから、うん、じゃあフードはちゃんとじゃコマンド出せるように教えろよ、そこも、うん、細かく教えろよって言ってくる人はいるかもしれないですけど、うん、それに対して俺何も言えないですよね。まあね。ないんですよね。その、うん、もうだから出せないということを知らないという話にもうなっちゃってるだろう。だっていうかその何が悪いかが分かんないんで。あの要するにコマンドは絶対だから悪いところが存在してるんですよ。でもあのそれ見ないと分かんないですよね。ガキの頃から出せたんですか、もう昇竜拳というものは。ああ、そう、最初からどうするんやろ、 5歳ぐらいでもう我々の頃には昇竜拳出せないというのが出せる人間がステータスだったんですよ。あの人昇竜拳出せるらしいですね。ああ、そうでした。もうだからあの歩きながら波動拳すると出るらしいぜって誠しやかに噂がささやかれたりとかそういう時代だったんですよ。全然だからね、そういう知ってる知らないっていうところで全然これ全然そうです。いつも来ます？来ます。それ一回戻って。It was like, do you get matches? He's like, try one more time. もう一回。Yeah, Oikazu was explaining. Naomi knows what to do, but there was a time where he couldn't do anything. All he could do was like walk and throw fireballs. これいいこと言いますね。これ勝ちたい対戦相手レベルによって最適解が変わるのが格ゲー。まさにそうでしたね。今日僕が学んだのも多分その一環だと思うんですけれども。そうなんですよね。Oh, I can hear my echo now. だから来ないもんですね。来ないですね。いや、いつもは結構すぐ時間帯かな。入りますけど。結構家でやるときは全然そのスパスパス入る感じ。あ、来た来た。Okay, got a match. Yeah, the low level is not that many people, and like the brand new beginner level is not that many people, so it takes time to get the match. 結構緊張す。緊張かなりしますね。すげえ。Are you nervous? He's like, yeah, I'm a bit nervous. 一戦目がね、本当なんだろう。変な。緊張感がすごい強くて頭が真っ白に。緊張ってしますします、めっちゃしますよ。めっちゃするは嘘なんですけど何なんですか。なんだ、他のプレイヤーと比べてする方かしない方かって話ですか。してない方だと思うっていうか、俺やっぱ酒飲みながらやったりするんで。まあそうでしょうね。だから緊張と同じぐらいの多分状態だと思うんですよ、常に。drinks and plays casual, so maybe he doesn't get nervous. 緊張しない理由、飲みながらやってるからってあるかもしれないですよね。なるほど。これはね、エドっていう新しいキャラクターで、本当にね、うん、そうなんですよ。おお、アレイ jumping in。はい、素晴らしい。Last week he learned about。お、いやでも全然いいじゃん。He learned about the buffering and anti-air because people just jump all the day. Oh, he's gonna jump. いいえ。He went for the anti-air. It's okay. これがかなり、これで食らっちゃうんですよ。So Suzuki says, I often get thrown. People always throw me like this. Okay, good try. It's a good attempt at the これ。Yeah, it's pressing back. He's going to jump again. Oh, oh, oh! Tamatte! Gage on the tail! Gage on the tail! So, yeah, that was a good round. That was a good round. That was a good round. He had the right round, a lot of DPs, just couldn't get it. Hey. Oh, combo.
パニッシュ。なんだ。誰が来るんですか。何なんだ。あれやるのは動くないじゃん。Oh, yeah, oh, level Bronx. He just jump, and then DP. Man, low level super. So, it's okay. Nice. Oh, DP's on his own. Activate this thing. Alright, he's gonna jump. Oh, nice buffer. Oh, combo punish. Oh, beautiful. What a good one that was.So let's see. He's got three bars. EXDP though. Yeah, he's coming. He's coming. He's definitely going to come from the sky. He's definitely going to jump. There it is. Nice DP. He's like, try doing the EX stomp that we practiced before. Yeah, it's just jumping forward and throwing all day. Jumping again. Stay out of here. Sit down. Still jumping. Still jumping. DP's coming. DP's got. Oh my god, these jumps. These jumps. These jumps. DP's back at him. ちょっとなんかね、それみたいな感じますよね、勝利権。ハマっちゃうと思う。だ一応本当にハマったらやめさせるんで。今はいいけど、今はいいけど、依存依存症ちょっと依存症が出てきた。Maybe I taught you a bad lesson with the DP. It looks like you're addicted to DPing now, so don't do it so much. すごい高ランクっぽい人に。しかも普通に超動いてましたからね。Maybe I shouldn't have told you to do it. もうこれ上げる。そっちで打つことも覚えた。お、もうまた。なくても打っちゃうの。依存度が高まってきてる。半端ない。お、うまい。今の。お、すげえ。お、完璧じゃない。コンボは？はい。お、お、惜しい。お、出る。もう全然。え、ちょっと待って、今気づいたらグーウィンズって書いてますから。Yeah, he's got a 5-win streak. 家で勝ってきて、勝ちまくってきたわけですね。Nice jump over the fireball. あれも。This guy's gonna keep jumping. Of course. これはね。依存度が依存度がちょっといい。なってきたね。ああ、でも入っちゃうっていうね。So now this guy's gonna jump out of here, ready for DP. okay, failed DP, but he had the right idea.いいですね、ちゃんと前回覚えたあの飛びを覚えて、攻守ともにいいですね。もう全然。ああ、2連勝。これで6連勝。いいじゃないですか。Yeah, this is good. He's got the right idea. いいじゃないですか。本当ですか。素晴らしい。You're really good. He's like, you're actually doing a good job. Of course, he's still a beginner, but he's got the right idea. 一回使うと、waiting for them to jump. 自信がついて使えるんです。waiting for them to jump. 一回打って、pressing buttons trying to come to challenge. これやばくねみたいな。強くねっていう体験ができて、多分打ち始めたと思うんですよ。なんで、どんどんその新しい EX 必殺技を打ってほしいなっていう。そうですね。これもまあなくていいですけどね。ああ、そっか。決起の方は打ってないです。打ってないから、打ってないんですよ。これが一回打つと、味しめるんで。そうですね。はい。で、キッキーの方は別にハマってもいいです。ペンペンペン。あれはね。あれはまあ、あれはそんな別にそこまで悪さしないんで。いや、もう一気に1227と5台にまで到達。確かに。早いじゃないですか。6ウィンストリーク。すごいいいペースじゃないですか。オリカさん、そんな遠いところにいないですか。He's like, you're not really that far away from Orikasa. You'll be able to beat Orikasa soon. Hang in there. いやー、オリカさんにはまだ。いや、見えてる本当に全然想像じゃない。He's ready. He's got the DPs on point. Trying to teach him the best bronze player. I mean, they're teaching him useful skills like how to DP, how to spend meter. まあ、決起を使うこと。そうですね。決起を使うという。なんか、オリカさんを見てるより楽しいですわ。ちょっとそれはなぜですか。成長するから。You assume everybody knows, but if you're really actually new to fighting games, you don't know stuff like this. How to buffer, like how to buffer. 当然、オリカさんのレベルから上がるのって、Oh, this guy's trying to get a league up. そっから一つがやっぱ、Let's try and keep him down. Don't let him. レベル上がるから。
そうだよな、まあ、このくらいがやっぱり一番面白い。自分やる側も面白い。そうですね、面白いです。A lot of V skill running, a lot of jumping. やることどんどん学べて。もうすごいですね、牽制の試合も。そう、中盤は中盤じゃない。あそりゃ。おい。ナイスバッファー。See that buffer's what we taught him last week. まず、折笠さんより。すでに俺よりも適性ある。街の適性がある、これ。This guy is more patient than Orikase is. 素晴らしい。俺がさ、これですよ、やるって。ナイスジャンプ。素晴らしいの来た。おぉ、ダイブ。ああ、惜しい。でもなんか、やったことあるんだ、その気持ちが。はい、おぉ、蹴る。ゴールド、ゴールドランク、maybe。もう追い詰めて、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 もう。確かにこれ欲しいんですよ。これかさん、このどっしり欲しいんですよ。学びます。このどっしりを。今、いや、マジで下がる。鈴木先生。He's got B trigger, he's got... どわいい、もう。出る。出る。もういいわ。もういい。フィローズ、I don't need to teach you anything else。ゲージ溜まってるんで、どんどんまたあの、さ、どんどんと。He's like, you got meter now, so try doing, try using some EX moves. はい、確かにあの、新しいことやると、ダブルスタンプ、ドンドン。はい。しょうがないですね。EX どんどん。It's okay, you're learning a new tech, so it's okay to mess it up now. But yeah, try and do the EX. お、ドンドン。There, ドンドン。またボン。あ、連発ドンドン。ボン、ドンドン。ドン。でもそれはコンボにならない系なんですね、EX の時は。あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。ちょっと、あと、依存が。お、コンボしてきた相手。依存が。おっと、出ました。依存から逃れられない。お、やばいっていうの偉いっすね。今の飛びはやばかったね。いや、このレベルだとやばくないですよ、ブロンズだと。うん。It's a fireball.He's waiting on the ground. Goes for command grab, but nobody went for. Ah, これだ Punish. Regular throw. ESTB's coming. もうこれはもう。あ、これ時間使える。Walking away. He's so patient. あそこで。格闘技結構やってました。ストゼロ2。They're like, have you played fighting before? He's like, I played Street Fighter 2 a little bit. ストゼロ2だったんです。That's how he knows how to walk away. いや今のあの要するに勝率の高い動きなんですよ。要するに今のって自分画面端に行くまでに飛んできたら嬉しいなと思ってやったと。やったように見えたんですよ。やってたんですよ。やってたんですよ。はい。じゃあ、アゲインじゃないですか。Very, very effective movement that you're doing. 本当勝てないんですか。これ以上数字上がらない。いや、でもどんどん上がってない。No, I really can't win. I was like, I can't beat anyone better than this. Even though he's on a 7-game win streak. ほとんど敗退に変わんねえって意見が出るぐらいですよ。そこまで来たかも。でも、確かに教えてる内容だと。実のところ。え、波動で垂直できるの？He's like, wow, you can neutral jump over fireball. Whoa, five hit combo, very nice. Suzuki Kon と名付けようこれを。Suzuki Kon、今の鈴ついに Suzuki Kon。Suzuki combo。生まれましたね。Could have said, we're gonna call that the Suzuki combo from now on。飛びのこの魔力も半端なくないですか？いやもうスパスパ通る。あ、うまい。けど落とす側になったら落としてくるやつすぐ気づけるんだ。ゲージ溜まったよ、いっぱいゲージあるよ。EXDP would have caught him. He's gonna DP, let's see. He doesn't. oh, wow. This guy's learning now too about it. Activate that. The pom pom didn't come out. Pom pom. No. He landed two of the crouch medium kicks. No buffer. First round goes to Ken. So, here's Yuri. Oh, he's not.相手のゲージを使ってきた。でね、で、ペペ、おー、左上はね、ちょっと待った後にキリス見ると一応わかるんですけど、まあそのうち出るようになるんで大丈夫。ドンドン。オーケー。はい。ジェスト。Better than nothing。投げてるんでこのゲーム。Oh, wow. アイテムやっぱあった。ああ、でも DP。これあの、落ち着いて。Feels like your opponent is learning to match。臭いです。臭い出てきた。依存というものの恐ろしさが。たまった、たまった。確かに。俺の入ってた。いいっすね、その声が。そう、なんとしてでもやっぱ応援したい。これ強いですよ。ただ、一応、蹴りは強くなってないんで、オーラ出てない。蹴りはオーラ出てないです。飛んだ！ He's like, I wanna jump, I wanna jump. まだまだ、まだまだ。全然まだまだ。Yeah, these guys are actually playing fighting games now. Okay!
そこで出た。進化、進化した。鈴木くんが進化した。He's got new tricks. Ah, EX would have killed. おっと、これはダメだ。いらない、いらない。鈴木、don't want that. わかる。だけど、偉いっすね。飛んで、今、危ないっていう。意識レベルが高いな。いいですよ。まずはそれ、まずはその、うん、通常技キャンセル必殺技、これが格ゲーです、はい、あの多分100年後も多分これですそうですね、少なくとも30年間これなんで、30年ね、30年でいつですか、ね、今中間値一発入ったんで、These guys are bro, I get a lot of respect for these guys. You know they're in super bronze, they're playing, obviously they're still new, butThey have a basic idea. Like, look at that fireball DP. That's the heart of fighting games, especially Street Fighter. Just gotta tighten up their combos and stuff. すごいちゃんと格ゲーしてる。Air to air. どんどん。すごい。Made a mistake. Can't wait with the punish. たまったん、とりあえず。He's like, you have it. Activate. これ最強。Super Saiyan. He's like, now you're the strongest. まだ入る。ちょっとあれですよね。その時は、そういう時は、ステップの日が入るんですよ。He's like, don't forget, Dan, you got dash grab. でも、あー。The command grab came out. おー、来た。He's like, the dash grab is your best move. 相手は上を見てるんですよ、こうやって。Kudo's like, your opponent is looking in the air. 上を見てるから、ステップの日が入る。Now you can attack him on the ground. Like, this is the combo. Once he's up in the skies, go up to him on the ground.The evolution. すごい進化する鈴木の姿が。I'm gonna mute Orikaze's mic for once. ん？いいね。また敵たまんでどんどんと。あれ？自ら。嬉しい。自称料理につける。Finish that. 先生は嬉しそうで。読み合いとしてとかはもうどうですかこれ。完璧でしたね。新しい攻めゲットしましたね。おお、そしてゲットしました。どんどん投げる。わあ、ああ、今のも全然狙いとしては。でも素晴らしい、どんどんで終わりですから。それ当たったら終わりなんで。Yeah, try doing the medium kick in the EX. どんどん。どんどん。はい、終わり。That was nice. Didn't dive, did it again. ありがとうございます。根性値。ありがとうございます。すごい。いいっすね。マイスラギャル良くないっすかね。いや、結構ああ、ありがとうございます。すごい。入るんですね。入るんですよ。まずやるんですよ、やっぱ重要なことは、はい、ありがとうございます。やると入りますから、すごい進化を遂げた。うん、これ大丈夫ですか。おまたかい、何なんだよ。何なんだよ、これは。じゃあ、鈴木さん用の相手がいるってことですね。So it looks like we have a challenger for Suzuki. The last time we had a challenge for Orikasa, now we have a challengerFor Suzuki here. Who is the challenger? who is this challenger here? 次誰だ？ダダ。これは誰なんだ？今ちょっとなんか喋ってましたけど、なんて。シルバーリーグの恐ろしさを教えてあげましょう。そう。今ブロンズだから。なるほどなるほど。あの、はじめまして。はじめまして。どうも。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。結婚で大丈夫ですか？じゃあ、恐ろしさを教えて。大丈夫ですか？はい。Can you play on our kids? そういえば、結婚持ってきて言ってましたからね。え、シルバー？使ったことないんで。シルバー対？あー、ランクは。一応ネットプレイやってないからよくわかんないんだけど。He doesn't know. He's like, I don't really play. もうやってみるしかないですね、これ分かったら。じゃあ、メインメニュー。あ、そうですね。じゃあ、はい、戻って。はい。あ、そうですね。あ、もうちょっとじゃあ、ちょっと、俺の一応シルバーで止めた。あ、シルバーまで。いや、いいじゃん。じゃあ、一応二先にして、本当に初心者なんで、最初メイン出してもらっていいんですけど、あまりにもちょっと下がりそうだったら、He's like, this guy's a really… 鈴木さんが得意なキャラに変えてもらうと。He's like, play your main, but Suzuki's a real big beginner, so go easy on him. Play ジョジョさん。ジョジョさん。大学でジョジョ、仕事でジョジョ。なるほど、ジョジョさん。It's too big.
じゃあ、行きましたね。一応、あの、うまそうに 見せる方法があって、はい、キーリスで、so、here, これフェルトして、はい、自分のボタンを確認してください。はい、で、あとこれレバーをくるくる回す。ジョジョの理由は聞いても大丈夫ですか？名前、フル名前がジョアン・ジョゼフ・ガールで、はい、ジョアン・ジョゼフ・ガール。じゃあもう、本当にもうどうしようもなくジョジョなんです。ジョジョです。わかりました。完璧です。じゃあお願いします。ボタン大丈夫ですか？あ、大丈夫です。はい、強そう。ついに現れましたね。この男が。後ろで立ってて、ジョーさんの話を聞いて、勉強しました。ありがとうございます。ジョジョ、鈴木。勉強になりましたか？勉強になりました。鈴木 is player one. Oh, he's going Zangief. みんなの先生になりたいと思います。Swap these names here. あ、ザンギエフなんです。Good luck. Good luck. どうすか？いいですね。いい動きを見せます。どうですか、鈴木さんはこのザンギエフというキャラクターは？ザンギ、まあスクリューパイルドライバー。さすが。一応上にいると食らないですか？地面にいると食らうんです。これ重要な情報です。やけど、どう、うまそうだな、なんか。ちょっとね、もうパチパチ叩いてるんで。いつも通りの。普段通りのスピードで。He's like, just play normal. あ、ちょっといきなりやってくる。He's like, oh, it's coming right away. ジョジョがどんどん詰めて。いいよ。あ、いいよいいよ。いいよ。オッケーオッケー。全然いけるやん。あ、こういうこともちゃんとしてくるタイプ。技を置いて。あ、おっと。とこれはちょっと。勝ちにしてるぞ。うん。She went for another one. Nice little jump there from Suzuki.そうそうそう。僕じゃない、俺ちょっと。あ、体育も出る。体育もちゃんとしてる。スーパーサイズ、スーパーサイズ、とりあえずスーパーサイズ。そう。オッケー、オッケー、オッケー。全然、いや大丈夫、大丈夫、全然、全然。全然いいですよ。うん。オッケー、オッケー、すごい大きい。オッケー、オッケー。ちょっと。そんなバカな。そんな。ああ、ちょっと確かわからん殺ししてくる。Yeah, like he's going for. ああ、これ怖い。ちょっと俺もう一、ああ、いっといっといって完璧完璧。ああ、ミス。やばいやばい。困ったらあれやろ。ああ。ちょっとこれはちゃんとやってる方ですね。ステップ投げるとかも早い。ゴールドぐらいやるかも。頑張ってくれる。シルバーかゴールドはある。確かに。と言ったこの男。けど、そうなんですよ。シルバーとかなると、こういうお前わかんねえだろっていうムーブしてくるんで。そうですね。フィズクスプレイン、once you actually rank up to the silver、いやでもそんなにね、そこまで引き取るわけではないというか、全然戦えてる。So it's good, it's good training right here.いいよ、どんどん。ああ、今の確定？いや、違います。違いますよね。わからん、殺しされたら。あっ、あっと、ジョジョも叫ぶ。そう。いいよ。おい、勝った。スズコン。スズコン入らず。キャラ替え。キャラ替え、キャラ替えで。He's like, change your character, change your character. They're making him change his character. They're like, it's too cheap. It's too cheap for him. So they're like, Suzuki, who are you most confident against? これならいけるぞ。Like, who's a character you think you can fight against? He's like, kind of look at the character. He doesn't even know. じゃあ、下から。2番目です。これですか？はい、わかりました。何2だったらなんかちょっと勝ってるイメージあるなっていう。Yeah, so like he's no idea how to deal with Zangief, so it's kind of like unwinnable matchup for him here. So they're trying to find a character he knows how to fight, and they're gonna see who do you know, who do you know how to fight. けど、まあ、ザンギっぽい動きだったから、逆に他のキャラがあんまり動いてないかったから、ね、完全にザンギっぽいあの膝スクリューとか、そうザンギっぽい動きだからねあれは。ザンギ、ザンギ、ザンギ、なんかもうちょっとそうですね。好きです。本当に好きです。Not same. おもちゃとか全部持ってます。そんなに好きな。好きです。最近ね、あのガチャガチャであのザンギーなんで、ザルベットで全セット買った。ガチャガチャセット。ザンギーがすごいんだ。うん。いいんですかね。すごいな。一番好きなあのプロゲーマー誰なんですか。え？嘘。本当。あと伊藤さん。あと伊藤さん。あ、じゃあ。あのサインもらってます。Yeah, like who's your favorite? サインもらってる？いや、もらってる。Who's your favorite pro gamer? ちょっと忘れてる。失礼ですね。プロゲーマーとしてありえない。Yeah, who's his favorite pro gamer? じゃあキャラクター、キャラクターはじゃあ。そんな人がいると思わなかった。So Fudo shook his hand. ダルシム、ダルシムいいじゃないですか。どう思います？いや、ダルシムいい。いや、ダルシム。いや、ダルシム良くないと思う。良くない。やりすぎ。So he said, Suzuki's like, I like Dalsim. Fudo's like, No, you don't like Dalsim. You don't know how to fight Dalsim. ちょっと。You should probably just do Nikali. できなそうな。なしなし。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 あ、ちょっと今嫌そうな声出したなしですね。あの
やっぱ談義がやっぱ苦手そうなキャラクターっていうか、うん、多分使ってないと思うんですよ、ね。そうですね。It's like it seems like you don't know how to fight Zangief, so we're gonna see. Here comes. 飛びますよ。それしか分かんない。いや、けどだいぶうちの鈴木体育が出るから。そうなんです。だいぶ。飛ぶだけ飛べばいい。Jump, I'm gonna jump. Fit says, go ahead. I dare you to jump. I know how to anti-air. My student Suzuki is ready with the anti-airs. 爆発しましたんで。はい。初めて。てくるとシルバーの実力があっても。メインキャラじゃなかったら勝てるっていうのはすごい自信になります。あ、ソニックブームを打つことができる。飛んでくるから。うん。飛び早いなんだよ、やっぱりな。逆に飛びないんだよ。あ、スクルーシーだ。スクルーシーだ。スクルーシーだ。ちょっと。あ、でもちょっとわかるじゃん、全然。そうですよね。ある程度やっぱね、操作できるんですよ。You have to learn. You gotta learn. 何でしたっけ？あ、oh, no、全然知ってるじゃん。俺よりナッシュ知ってそう。あ、いいね。お、あと。お、オッケー、オッケー。ムーンソー、いや、そう、ヒンドゥー、ローラーナッシュ、インフィニットムーンソー。鈴木 didn't get the DP。ペンタさんが。すみません、行こう。とりあえず。行く。とりあえず一発。あ、よし、オッケー。ここからここから。オッケー、一発使ってもいい。ダブルドンドン、if he needs it。オッケー。プレッシャーあるプレッシャー。今日教えたのオーディオ、オーディオも使ってご飯。バッフリング、バッフリング、that's super。何がしてるの？はい。おいおい。EX ダブルスターム。ああ、嬉しかった。That was a nice DP attempt. 全然全然いける全然いける。That was a good DP. A little bit too far. トリガー中のステップが特に。特に。聞こえちゃうけどやっちゃうぞ。ペン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 ね。さあまだまだ全然抜け。Anyways, match point here for JoJo。いいよ。あ、いいっすね。教えが内容出てるのがいいっすね。いい。当たればいい。Feel like it's good. As long as it hits, it's okay. C は何でしたっけ？あ、As long as it hits, it's okay. C は。竜巻2回パンチ。キック。He's like do a super combo。え？真空キックじゃない？違う？あ、あれ？パンチじゃない？パンチ？あ、とりあえずそれで。え、竜巻2回パンチだと思うな。竜巻2回パンチ。やべ、来た。わからん。はめはめてるぞ。いいよ。オッケー。Crush got any back dashes. He's trying to bait the DP. Super Saiyan, 行きましょう。とりあえず。Is it go Super Saiyan? Activates. ここからっすよ。Nice jump.はい、おい。すごいな、徹底してるな。なんだろう。ああ、落とせれば。Not ready。はい。いいっすね。うん、ああ、惜しい。いいよ。オッケー。疲れてるそうだな。I streamed 11 hours yesterday. Red Bull Tower Pride。あ、はい。それ来週教える技です。オギーのエンタイヤ。次週の技です。考えたら今飛び道具なしでやってんだもんな。そうそうなんですよ。本当はナス戦とか。うん。残り時間5秒。ガードでガードボギー。あ、切る。最終戦ですよ。はい。ナッシュも全然使ってたでしょ。結構ちょっと。もう1年前ちょっとやってた。実際やってました。まあ、ちょっとやってないから。He's like a couple years. ああ、ダメだ。ダメだ。ダメだ。違う。何や。いいですね、喋ってくれるだけで面白い。ジョジョさんってあれ、受かってる人でしょ？いや、あの、ちょっとキャスターの方ではちょっとなかったんですけど、ちょっとさすがにそれは、忍びないんで、ちょっとぜひお会いしたいと思うので、本日お越しいただきました。やっぱりもう完全に、はい、以上。あ、いいっすよ。いいよ。DP、why not?オーケー。はい。ああ。入っちゃう。一応祈ると変わるんで。祈ってください。祈りだ。はい。あ、ノートロって。まだまだ全然。バックスオフ instead of going in, jumps on a fireball. クブーム。あ、聞きますよこれ。これはね。あの。わからん。It's coming. 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 今俺最初あ、やりそうと思って今。ですね。今のガード方向が逆になるんですよ。こうやったのがこうなるっていう技で、あのめくり、そうめくり、そう俗にめくりってやつで、
ありがとうございます。というわけで、ありがとうございました。いろんな情報を与えてくれて、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、うずちゃん、じゃあ、移動かな。じゃあ、ありがとうございました。そうっす。こんな感じで、配信、あの、配信でね、乱入者が現れるわけですけど。今日はなんか俺もよくわかんないですけどね。ちょっとよくわかってないんですけど、せっかく来ていただきましたし、今後、まあ、前々から言ったことですけれども、あの鈴木君のライバルが欲しいって話だったんで、ライバル第1号として。For Suzuki, so they're gonna have JoJo be Suzuki's first rival. 前向きでいらっしゃるし、知識が結構ありそうなんで、そうなんですよ。いろんなキャラクターとか、いい、JoJo be Suzuki's first rival. He's gonna learn how to beat JoJo. 先輩みたいな感じだと思った。そうですね。まあでも最終的にはあの踏みにじる場所でもあるんで、倒さなければならない壁として。でですね、あのそうまあこの配信自体がこの初中級者とかから始まってるわけですけれども、あのそういう人たち以前あの集めてイベントやって。まあ、非常にあの面白がっていただけたんじゃないかということで、あの1月の末あたりにもう一回そのイベントをちょっとやれたらなっていうこと、あ、まあ、前回やったやつですよね、はい、まあ、あのフード先生もちょっと教えたりとかできたりとかしていただいたりとかありがたいなっていうのは、まあ、この配信で俺が触りたいって思う人が増えたら嬉しいなっていうのが、ですのでその時にもあのジョジョさんもあの、まあ、その間にもなんかもしかしたらまた来ていただいて乱入してもらってとかって感じです。乱入やらなくてもいいですもんね。January, they want to do another offline event where the players come out. So he says, JoJo, please. ありがとうございました。なんかわざわざこのためにお越しいただきまして。For all the beginners there. だから非常に先日のねオーディション面白い方たくさんいらっしゃったんで、そうですよね、こちらからっていう部分あったんですけど、それとは別にそのまあ前も、もうあのフードさん言ってましたけれども、あのオンライン、ライバルもうちょっと募っていきたいと思ってるんで、あ、なんかその応募フォームちょっと作って、あの。近日中にできれば、あの、so like、で本当にあの始めたての方々とかにね、あの来ていただきたいなっていう気持ちがありますね。本当にだってみんな見て分かるのに、実はまずゼロからやったと思うんで、はい、格ゲーって敷居が高いように見えるから、うん、まあ敷居高いんですけど、始めるのってやっぱすごい大変だと思うけど、これ結構いい機会だと思うんで、こういうのなんかくれたら。オンラインじゃ何人になるかもわからないですし、どういう形でっていうのもちょっとまだ決まってないですけど、でもその北海道から沖縄までのあのどちらからでもその何とかして鈴木と倒したい、一緒に学びたいという方がいらっしゃったら、ぜひやっていっていただきたいなっていう。鈴木さんもどんどん強く、だってペースやばいですもん。あ、やばい。かなりやばいですよ。あのやっぱジャンプ攻撃も俺今見た通り、最初はすごい良くない高さで攻撃したのが、今すごい適正の距離で高さ打ったりとか。So they, they're like, wow, Suzuki's learning. Before, when he jumped, he would press attack like too high in the jump. But now he's pressing at the right time. He's learning. He's improving right from my very eyes. I'm very proud to see that. I'm really feeling it. I feel like I'm teaching him. Yeah, young men, early on, they don't have to build up. They're talking about people that not people from other fighting games, people that have never played fighting games at all. So it's just going right into it.あ、そうですね。じゃあ、すみません、ドネーションの方お願いします。こっちだとまあ、あ、あの人たちが来るんだったら面白いからいいのかなと。もうちょっとなんかそのタイミングで来て、はい。どちらからですか。はい。どこか。24ポイントね。あ、これかな。はい、デビー、これはデブロダイ。はい、先日オーディション企画の合格者が発表された際に織笠さんの名前が上がりませんでしたが、じらしているだけですよね。この人は軽眼ですね。見る目がある方です。多分それは監督も意地悪なんで、僕の名前は最終的に伏せておこうという。でも出そうっすよね。うん、そう、多分出るね。言ってて僕もなんか分からないでいるんですけど、ね、出たからなんだってのもあるし、俺出てもなんもねえなっていうのがあるし、まあ、ありがとうございます。はい、1ドル、はい、このシリーズ、本当に役立ちます。いいですね。フードさん、CC 決勝も頑張ってください。ね、マジ作るんですよ。マジで作るんですけど、うん、最近むしろ。うん、勝たなくても作ろうかなと思ってるけど。どっちひろ作る。もうそれモチベーションにならない。そうなんですけど。場所は何？千葉の方で。それはあのお金によるんで。あ、なるほど。人材に出すかもしれないし。それだけはですね。はい、ロールジャブさんいつも、はい、ありがとうございます。自己顕示欲 TV、フーさん節が前回でとても楽しい。ありがとうございます。
オリカさん明日の活躍を楽しみにしています。そう、見てください。黄色くなり続ける俺を見ていただきたいです。オリカさんの活躍の方がみんな見たいんですよ。俺は多分そこそこ勝つ。そうだ、オリカさんがなんならそこそこ勝つ。そう、なんかもうジャイアントキリングみたいな。俺とか倒したら、ねStreet Fighter 5 team, they're all gonna enter. そうですね。すべてが瓦解する形に。そうですね。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。あ、そうだ。じゃあ、じゃあどうぞ。せっかく来ていただいた。So, since we have everyone here, the last guys. あ、じゃあみんな入るじゃあせっかく。おお、初めての。初めてのみんな。みんな入んのこれ。They're gonna break the couch, maybe. もうちょっと詰めて、スー君がっつり詰めてもらう。がっつり詰めて。椅子がすごい音鳴ってますから、ね。ああ、なるほど、なるほど。まあ、これから今日出たのはこのメンバーです。すごいな。やべ、ちょっと色の濃さが半端ないな。恥ずかしい。ででん。すごい。ついに初ですね、5人ここに映ったのでも。He's like, wow, it's the first time we've had five people. ちょっと冷めてってもらっていいですか？なんなら。On the couch. He's like, hey, can we take a picture here? They're gonna take a picture to post later on Twitter with all five of them. いや、本当にね、ラヤさんもジョジョさんも。ありがとうございました。またの機会あると思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。Thank you very much for coming out here. 特にね、今日は急だったのに、ジョジョさんに来ていただいて、大丈夫でした？なんか忙しいと。To come out? And he's like, oh, we called you really, we called you out all of a sudden. Were you busy? Is it okay? せっかくだから、じゃあ感想じゃ。He's like, well, you came all the way here. Here is... 本当に面白かった。本当に。ありがとうございます。すごく面白かった。He's like, it's really, really interesting, really fun. Thank you, thank you. ジョジョさんのいい引き立て役になれたかなと思いました。はい。ありがとうございます。はい。Thank you. It was a really good plan to come out here. はい、じゃあ、私の。何でしたっけ、私の感想ですか。He's like, what should I say? He's like, what should I say? This guy's so serious. 感想。さすが。ここでの。いやいや、ありがとうございます。いや、今日も勉強になって、今日の配信また見直して、家で練習して、より強くなれるように頑張りたいと思います。はい。先生がお墨付きを。いやいやいや、最長。本当にでも。今が一番楽しいかもしれないですね。面白いんですよ。He just says it's really fun. He's like, it's really fun watching you. 面白いこと探してるんですよね。そう。じゃあ今一つ見つかりそうな気配。そうですね。鈴木育成が今俺の中でもかなり上位に入ったかもしれません。So for those, he's getting some joy from watching Suzuki power up. 写真も撮っちゃったんですか？大丈夫ですか？And getting stronger. So Fudo's really, really happy raising up Suzuki. So they're taking a photo now. みんな見てますかね、これ。シュールすぎるでしょ。いや、すいません。ありがとう、Fudo先生、今日もありがとうございました。じゃあ、来週もやると思いますし、明日はトパンガチャリティですね。出られると思います。出ます。And then tomorrow is トパンガチャリティ。もう頑張ります。But I'll be at Master Cup for Tekken tomorrow. というわけで、今日もありがとうございました。See you next week. Okay, see you guys. Bye bye. ありがとうございました。